兆候表だけまたやりますライブ配信の総第2弾ですね。はい、そうです。今回は総第2弾、その名も、はい、その2ですね。そうですね、その2です。はい、もうど真ん中ですね、そのままです。はい、ダジャレですね。その2ですよ。そうですね、今日も4時間コースですかと来てますが、そうですね、これはですね、実はあの、はい、まあ、今回あのちょっと説明とかにもあるんですけれども、コーヒー牛乳、いちごミルク、ヨーグルト と、3種類の素材でやっていこうと思ってまして、はい、で前回さすがにちょっと2リットルやったら多かったので、今回はあの1リットルずつですから、予定通りなら前回の半分ぐらいの時間で収まるかなという具合ですね。はい、はい、行きたいと思いますよ。そして、前回と同様罰ゲームありです。さあ今日はどんな罰ゲームにしましょうかと。いや、今回の罰ゲームは僕もあの先に内容を聞いてしまったので、はい、もう今から震えが止まらないんですが、やべえものが用意されてました。はい、結構これはもう罰ゲームのやつは出した方がいいかな、どうなんだろうね。あ、そのままや。そうです、そのままです、そのままですよ、そのままですよ。はい、座布団1枚ですね。何を作るの？そう作ります。今日はそう作ります。そう、牛乳以外のものを使ってそうができるかどうか試してみたいと思います。すで、はい、にもう牛乳では前回ね、その方は作りまして成功いたしましたので、はい、今回あのコメントで多かったコーヒー牛乳といちごオレオを使ってそうができるのかというところにチャレンジしていきたいと思います。はい、あとこれが、あ、そうですね、ヨーグルトもヨーグルトですよ。どうなるかと、同じ乳製品ですからね。はい、そうですね、まあ、前回はね、ソが完成した途端にもう瞬間で秒で舞い込みましたからね。次回の依頼が、ね、はい、皆様の熱い期待を一に受けて、はい、いこうと思いますけど、はい、ありがとうございます、はい。ちなみにソっていうのがですね、はい、古代食って言えばいいんですかね。そうです、はい、あの昔の日本で食べられていた、乳製品、牛乳じゃないな、まあ、その動物の乳を、ゆっくりと煮詰めていくことでできるチーズのような乳製品を、はい、ソという、そうですね、ソといったそうです、はい、でこれ自体はその、すでにもう正しい製法とかが失われていて、はい、今はその、まあ、なんですかね、当時の書物とかそういうのに残っているその記述からこういう料理だったんじゃないかっていうふうに再現されたものしかないっていう、まあ、いわば幻の料理と呼ばれていますね。説明練習してきました。なんかすごく今流暢に話してました。練習してきました。ちょっとね、なんか準備したかのような形で、そうですね、スーッと流れる、まるで原稿を読んでかない感じで。素晴らしい説明だったんで。ありがとうございます。ええ、ありがとうございます。はい。というわけで、まあ、そんな説明も交えながら日本上選手に行きたい、ありがとうございます。ありがとうございます。ことにバラの方も、はい、きなこさん、ありがとうございます、ね、いただきました。 ありがとうございます。さてさて、あ、 YouTube を見ていただいてるんですね。あ、そうですね、ありがとうございます。 TikTok もやっております。さあ、ちなみにあのどういう罰ゲームが待ってるんですかという質問もありましたけれども、はい、そうですね、ちょっとでは罰ゲームの方をお持ちします。ご紹介いたしますね。いや、これやばいな。あの前回はペヤングの激辛を食べたんですね。僕が負けましてペヤングの激辛をいただいたので、はい、今回はちょっと別のベクトルの方に来てますね。はい、はい、あの皆さん大変あのおじさんの、ね、体調を気遣ってくれたコメントもすごく温かいコメントもね、そうですね、胃の方大丈夫ですかとかね、はい、ありましたので、今回比較的ちょっと優しめの罰ゲームをしてあります。そうですね、優しいかもしれませんね、確かに、ね、はいはい、今回の罰ゲームは、はい、こちらでございます。これ皆さん分かりますかね。悪魔の食べ物だ。これは亀ゼリーというものらしいんですよ。亀ゼリー、なんか亀の甲羅の内側のなんかこう成分を使ってるということで、こちらの方になんかほら亀のなんだろう、なんだこれ読めないな、はい、亀の、あ、でもこれは何ですかね、興奮って書いてますから、まあ粉末でしょうね、亀のね、甲羅の粉末が入っていると。あ、非常に健康にいいそうです。
非常に健康にいいそうです、こちらは。そこに気遣ってくれたんですね、はい、ですからね、はいはい、なのでこれはしかもここに書いてあるんですけど、はい、立足過食すぐ食べれるって言ったらいいなと思うんです。これ見えますかね、すぐ食べられますよってね、インスタントってことですね、すぐ食べれるよって書いてあるので開けたらもうすぐこういけちゃうんじゃないかなと思ってね、罰ゲームされたのね。あーやばいな、来るのか、まあ、食べ方がちょっとわからないんで。そうですね、開けてみないとわかんないですけどね。なので、まあ、罰ゲームこれを食べると、すごくなんか胃とかにもいいらしいんですよね。そうですね、うん、僕昔ウミガメの缶詰を食べたことがあるんですけれども、それ違法じゃないですか。いやいや、違法じゃないです、違法じゃないですか、はい、小笠原諸島で普通に販売してます、お土産品店で。食べたことがあるんですけれども、はい、それはそれは壮絶な味でして僕本当になんか食べ物を食べて心からまずいって思ったのは多分あれが生まれて初めてだったんじゃないかな。じゃあ今回その亀をもう一度食べれるという、そうですね、本当に震え、いやいや待ってください、もう一度食べれるってまるで僕が罰ゲームで負ける前提でのお話されてますけれども、チャンスがあると、いや、まあ、もう一回亀を食べるチャンスはあるかもしれない、訪れるですね、はい、お、今回マイクつけてますって来てます。ゆかちさん、はい、マイクつけております。つけました。もう声がねなかなか届かないということで、はい、ご意見いただいたので、はい、おじさんたち機材を揃えてきました。フライパン買えよって話なんですけど本当ですね、マイク買う前にフライパンを買い替えろって話ですね。はい、なのでちょっと今日は音をねちょっとクリアに少しでも届けようと思って、はい、はい、やってみました。お、またそかと。そうですね、またそです。そうなんですよ、はい、皆さんがリクエストしてくださいましたので、はい、またそでチャレンジしようと思います、はい、さてじゃあ、はい、とりあえず進行するにあたってん、どうしました、ちょっとカメラもう少し引きますかね、これがあんま入ってないから見えにくいのか、はい、ちょっとすみません、カメラ移動します。はい、どうです、どうでしょうか、こんな感じで、よっ、ほい、大丈夫ですかね、はい、これで鍋とかも見えますもんね、見えますかね、はい、よしよし、はい、じゃあとりあえずこれは冷やしておきましょうか、はい、はい、冷やしておきましょう、あ、大丈夫です、はい、お願いします、はい、じゃあカメの甲羅をキンキンに冷やしておけば、そうですね、さあ、そうと言ったらカメゼリーって書いておきますか、うん、はい、カメゼリーで、いやー、ちょっとカメだけは食べたくないんですよね、できることならねそうなんですか、あれ、そうって言いました今、まあ、もうカウントします、あ、まあまあ、はい、これからですね。ちなみに初めての方に簡単にご説明しておきますと、はい、前回ソにかけまして、ソと言ったらソと多く言った方が罰ゲームを受けるということで、はい、前回僕は激辛のペヤングを食べまして、はい、激沈しましたね、激沈しましたね今回は辛い方向ではなく、はい、まずい方向ということで、そこですカメゼリーです、はい、はい、一応完成まででカウントしますか、そうですね、完成までにしましょう、そうですね、はい、前回の半分ぐらいで今回は時間が済むと思われますので、はいはい、ただもうここまで、あ、これもしかして、はい、え、フラグですか、どういうことですか、のここのスペースとここのスペースが違う気がするんですかバカを言うんじゃないバカを言うんじゃないよ、フラグかなと思って前回書ききれなくなったから、何言ってんですか、体が覚えてるいや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 、そんなわけないじゃないですかもうやめてくださいよ、ほんとそういうわけで、はい、まあ、そうとか、そうなんですとか、はい、そう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 とか、そうそう、こういうのが全部 NG ですね、はい、そうだけなら大丈夫です、はい、そうになったら NG ですね、はい、そうになったら NG ですね、はいはい、ということで、お、ありがとうございます、ありがとうございます、来ていただいてありがとうございます、バラ、ありがとうございます、ありがとうございます。さて、じゃあ、調理開始の前に、はい、ちょっと一つお楽しみと言いますか、こちらお取り寄せしました、しましたしちゃいましたね、プロの方が作ったそうです、はい、はい、ちゃんとしたそうです、そうね、うん、これをちょっと試食してみようということで、はい、はい、じゃあお願いします、はい、で開封させていただきます、はい、開封動画、よし、ではよいしょ、目の前で、これが、これアマゾンで購入しました、アマゾンで売ってるんだ、そうでございます、ずいぶんなんか立派な、そうですね、お箱に入ってございまして、でちょっと開けていきましょうか、はい、どこですかね、生産地、こちら生産地がですね、
奈良県ですね。奈良県でございます。ってことは歴史がありますね。あれか、吉野杉の箱とかですかね、これさては。おなるほど、そこまでわかりませんけれども、よいしょ、開けます。どうです、何か入ってますね。何ですかそれ。これ説明書ですね。あ、説明書、説明書です。このような説明書が入っております、はい、古代の宋。あ、宋の説明書きですね。なるほど、これ、うんうん、なるほどね。これ知識入れて、知識もおいしくいただけると。なるほどなるほど、勉強になります。勉強になりますね、はい、これです。真空パックに入ってる。うわ、量が意外と少ないですね。小さいな。これ前回作ったのより色濃くないですか、はい、めっちゃ濃いですね。はい、はあ、なるほど、すごい、はい、結構茶色いですね本当に。ね、抹茶色ですよ。僕たちが作ったのどっちかっていうと白に近かったですからね。ね、もうそう、ほとんど白でしたよ ね。はあ、この感じ完全にライブに不向きですね。読んじゃいましたね。黙読して納得するって。いや、声に出せみたいなね。じゃあこちら、じゃあどうぞ。あ、私がやるんですね。はい。はい、ソは絞りたての牛乳を煮詰めて作ったものです。奈良天平時代には薬や供物として使われ、ソ、蘇るという字でも分かるように薬効も期待されていたものと思われます。日本最古の医術書である維新坊には五臓の気を補給し、蘇は乳糖が多く含まれており甘みを持たなかった古代の人たちにとって、乳を濃縮した自然の甘みを有する蘇は貴重品として扱われていたそうです。同時に美容と不老長寿も期待されました。なるほど。長屋王の木簡に稲麻呂が乳搾りもし、何のことだそう、作った第1番目の人と記録されて、あ、記載されている。あ、なるほど、長屋王の木簡に、あ、だからこの稲麻呂さんって人がその開祖ということだそうですね。なるほど、はい、薄く切ってお召し上がりください、はい、ということでございます。なるほど、はい、では薄く切って食べてみましょうか。行きましょう。よいしょ。あ、前に作ったソどうしたんですかと言います。はい、はい、配信っていうか動画にも出したんですけども、食べました。いただきました、はい、味がね、あの出来たてよりも甘くはなかったので。そうですね、出来たてのあの激甘なのが全部消えてましたもん ね。なのでちょっと焼いたりとか、はい、温めたりとかして、少しねこう柔らかくしてから食べました。あ、そうです、ね、あのままだとね、うん、なんかお酒のつまみではいいのかもしれないんですけども、なんかザラザラしてるんですよ、はい、噛むとザリザリしてて、はい、で焼くとねそれがなくなって甘みがある程度復活してくるんですけれども、うん、はい、やっぱり作りたてと全然味わいが違いましたね、うん、さあ開けました。お、あ、でも香りは僕たちが作ったのと大体同じですよ。同じだ、ね、同じ同じ。ちょっとあの、これ、え、香り嗅がせるんですか。あ、そうじゃなくて見せるってこと。一応ちょっとなんかこう見せようかな。あ、なるほど、か、香りの流れだったんで、まさかこの人。ちょっと一回手を置いてもらっていいですか。やめろ、まったく。これをでは切っていきますと、はい、じゃあこれも出したんです、1個ね、丸々ね。あ、そうですね、はい、はい、あ、第2弾ですよ。前回よりも量が少ないので長時間にはならないと思いますけれども、はい、その第2弾です。第2弾でございます。じゃあ切りますよ、はい、さあ、これなんか同じだな。完全に同じですね、見た目は。はい、まずはちょっと1枚ずつ、はい、はい、ちょっと断面では見せていただいて、はい、こんな具合です。あ、これがプロが作った蘇です、ね、そうですね、はい、お、本物の蘇、まさに本物の蘇ですね。そうですね、はい、本物の蘇、僕らが作ったのも本物の蘇のはずなんですけどね。そうですよね、そうですよ、そうですよ、そうなんですよ、作り手が違うだけですよ。ですよね、そうです、そうです。じゃあ、はい、いただきますか。いただきますか、はい、いきます、いただきます。わお、わお、これあれですね、
僕たちが作ったのと完全に同じ味してますね、うん、色以外は全く同じです。全くこれザリザリあるんだ。ザリザリありますねやっぱり ね、うん、ありますね。いや こんなこと言っちゃなんですけど、はい、ああでも作る手間が省けるか買うんだったら。そうですね。いや作った方がいいじゃんって思っちゃったんですよ、まあ、作るとね、うん、時間かかりますからね、うんうん、うわ同じだ。完全に同じ。完全に同じです、はい、全く同じです、はい、全く同じです。寸分たがわないです全く同じです。本当に色だけです違う、ね、びっくりしましたね本当に。どっちに近いんだろう。牛乳の方かな。あ、牛乳の方ですよね。牛乳と、はい、前回牛乳と、もう一個の話が 3.7 でしたっけ。そうですね。特濃牛乳、特濃牛乳をやったんですけども、はい、特濃よりも牛乳の方に近いですね。近いですね。やっぱりこれ牛乳だ、はい、牛乳ですね。そう考えるとこれ牛乳によって味が違うっていうのを前ちょっと少し話しましたけど、うん、そうですね。どうなんだろう。いやでもある程度やっぱり違いはあるんじゃないですか、うん、ジャージー牛乳とかねもしかしたら違うかもしれないですね、うん、その含んでいる何ですかね脂肪分のパーセンテージとか、うんうん、そういうのとって違う可能性ありますから、うん、とりあえずちょっとこちら試食ということでまず、はいはいはい、なのであの僕たちの追体験をされたい方はこれをお取り寄せされると、ね、あの味とか確認できると思いますね、はい、同じです作らなくてもね、はい、よいしょ。こちらさ、ありがとうございます。はい、冷やしてみます。さて、さ次ですね。そしてですね、もう一つお取り寄せしたものがあります。それがそやねん柏原ということで、そうを使ったお菓子だそうです。うん、そうを使った焼き菓子。はい。奈良県にある橿原神宮の御用菓子ということで、うんうんうん、橿原神宮というとあれですね、天皇家のあれですかね確か天皇家のあれ一番最初にその神武天皇でしたっけ最初の天皇さんってってことはじゃ あの三種の神器の一つが置いてあるようなところですか。それ系だったんです。それ系ですね。急にふわっとしましたねちゃんとした仕上げしてなかったって何かの鏡とか刀とか置いてある感じなんですかね。もしかしたらなんかそうですね、そういういわゆるその一番最初のお堀と言われるような場所ですね、はいうんうん、そこに収められているお菓子だそうです。さあどんなものなのか気になるな。危ないな。話すならもうちょっと調べてこいって話ですねもう知識をつけて、ね、そうですね。まあでも全然これはよお土産とかでね。お土産とかでね、うん、ありますよね。よいしょ。さてどんなものでしょう。そやねんが商品名なんですね。そやねんが商品名なんですよね。やっぱり西の香りを感じますよねこういうところにね、はい、さ開けます。おちゃんとしたお菓子やないやそれちゃんとしてるでしょプロが作ったものですよなんかチーズケーキ風のものが出てきましたね。なんかねあのフィナンシェかな。フィナンシェとかに近いかな。そんな感じですね、うん、そんな感じしますね。よいしょ。じゃあ開けてみましょうか。はい開けてみましょう。いただきます。よいしょ。いただきます。完全にフィナンシェですね。ですよね。あ、うん、フィナンシェです。いただきます。いただきます。そう入ってます一応入ってますね。あの入ってますけど原材料的にはですねこれ結構そう感じるの難しいな。いやこれは難易度高すぎますね。難易度高いな。そうがわからないですねこれだと。これ難しいですね。もうちょっとそう感じたいですね、うん、これはうーん、そのものは美味しい、うん、今おじさん子供じゃないですから食べれませんって書いてるのを食べてどうするんですか口一瞬入ってきちゃって今一瞬
口からなんかチップみたいなのが見えたんで。なんかスーッて勢いよくね張り付いて食べちゃったと。ほらそれ食べるのって言ってます。すいません、お見苦しいところをお見せしました。良い子はお気をつけください。だこれのどうですか、総評というか。あ、これについては、はい、そうですね、何分我々その違いが分かる大人になってしまってますから、ちょっともう少しそう感じたいですね。ですね、正直申し上げると、そうがちょっと足らなかったかな。そうですね、なんか薄切り1枚ぐらい入っててほしいかなって感じしますね。あ、中にね、中にね、うん、そした方が美味しかったかもしれないですね。そうですね、普通にあの美味しいフィナンシェでしたって感じです ね。まあちょっと、まあでもこれが体験できたから良かったですね。あ、そうですね、そう食べてなかったら、うん、これがもしかしたらその味って思っちゃうかもしれないですか。あ、確かに確かに確かに、こうちょっと甘い感じのが、そうですね、うん、こういう違いはもう我々にしか伝えられないですから。そうですね、はいはい、日本でも僕らぐらいじゃないですか、複数の層食べ比べて。そう、先ほど、ね、あのゆかちんさんが層を広める会って書いてくれてましたまさになぜか層を広める会になってるますよね。本当ですね、あの皆さんも一緒に。そうですね、はい、なぜか、NPO 法人立ち上げますか。そろそろ、そろそろね。あ、なこなこさんがめっちゃそうって言ってる。はい、これ大丈夫です。まだあのまだスタートしてません。そうです、そう作り出してここにフライパンを置いてからね、はい、はい、スタート、フライパンを置いて熱してからスタート。カーンですよ、そこで、はい、そこでスタートですね。では作っていきますか。そうですね、そろそろ行きましょうか。はい、はい、では持ちますよ。あ、ありがとうございます、はい、そしたらではフライパンを用意します。じゃあ今から、さてさて、ではいよいよメインディッシュですね。はい、用意していきます。用意していきます。よいしょ。これちなみに分担どうします？こちら、どうか、こういう感じかな、ヨーグルト、こんな感じ。あ、なるほど、でも、はいはい、まあ、どちらでも分かりました、はい、こういう形でやっていこうと思います。コーヒー牛乳、はい、ヨーグルト、はい、イチゴオレ、はい、ってことはこれどっちかはずっとこうしてなきゃいけないってことですか。まあなんかちょっと交代制で。あ、なるほど、そしたらちょっとやっていきましょうか、はい、まあもしかしたら状態がね、はいはい、違くなってくるかも。 そうです、ね、その辺はちょっとこう、わかりました、はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、はい、コーヒー牛乳ヨーグルト、はい、イチゴオレ、これでそれぞれ素になるのかどうか実験していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、そのプロになってるおじってそのプロ、はい、その道のプロですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。親父ギャグいただきました。お、コーヒー、コーヒーとイチゴは糖分があるから焦げそう。あ、そこですね。そこね、確かに、はい、あ、そうか。でも前回牛乳、ね、砂糖の入っていない牛乳ですらあんだけ甘くなったんだから、はい、これがもしうまいこと言ったら、うん、どんだけ甘いのかって話ですよね。ね、なんかジャムみたいになるのかな、どうなんだろう。いちごミルクジャム。想像するとやばいですね。だから止めるとこがポイントですよね。あ、そうですね、火を前回、はい、止めるところって視聴者さんの方がもう止めた方がいいっていう話教えてくださいましたもんね。教えてくれたので、我々だったら多分ずーっとやったことないですね。そうですね、まあなんとなく前回と同じぐらいのところで止めてみましょうというところで、じゃあ注いでいきます。ではまずこちらいちごミルク、いちごミルク入りました。いちごミルクを1リットル、1リットルです。今日は1リットルでやっていきます。1リットル入ります。前回は2リットルで4時間少々かかったので、今回はまあ半分の量ですから、まあ単純に半分の時間ぐらいで済むんじゃないかなという。そうですね、鍋もね、前回よりフライパンも前回より大きいものを使ってるので。あ、そうですね、沸騰させる、もう少し早いかな、うんうん、最初しっかり沸騰させればね、はい、時間がかかりにくいと思いますね。そして、これですよ、これですね、果たしてヨーグルトでソワできる、ソワできるのか。これなんか時間短縮とかのね、可能性とか秘めてる可能性ありますよね、うん、お、よいしょ。クロージーそう口癖ですね。負ける気がします。そうですね、前回ほらもういっちゃってるんですね。前回は圧倒的ね、
圧倒的大差で負けましたからね、僕ね。余裕勝ちでしたからね。本当に。楽しませてくださいよ、勝負を。今に見てろよ。もうこれがゴング、ああこれがもうゴング鳴った瞬間にもう人が変わったようにね。なりますか。もうぴったり喋らないっていう。喋らない。喋りましょうよ。喋りましょうよ。喋りましょう。さて、どこからじゃ火つけたらスタートしましょうか。そうですね。火をつけたらスタートですね。はいはい、よし。罰ゲームは、そう。そうと言ってしまったら罰ゲームですので。はいはい、そうと、完成までに、あ、そうですね、たくさんそうと口にした方が、亀ゼリーを食べさせられます。罰ゲームが待っております。はい。はい、亀ゼリーです。皆さん。いや、亀食べたくないな。皆さん、想像してください。亀ゼリーです。ねえ、食べたことある人いるのかな。いやー、僕は亀ゼリーは初めてですけれども、亀の味はもう、いやー、さあ、まあそれはさておき、じゃあそろそろ電源じゃないや。じゃあ入れますよ。はい、行きます。はい、じゃあスタートです。はい、スタートでーす。ガスの元栓開けてないっていうね。ガスがいいですね。ガス。はい、少々お待ちください。準備ができなってない。はい、OK ですね。はい、ではもう一回いきます。はい、いきます。せーの。はい、着いた。よし、着きました。これはどうします？もう早速弱火からいきます。それともこれ、いや、前回と同じで、最初は強火がいいんじゃないですか？あれ消えたな。え？そうですね。消えたな。どういうこと？本当だ、消えた。どうしたんだろう。ん？元栓開いてない？まさかの。どうしたんじゃ。少々お待ちください。お待ちください。こちらです。こちら側です。こちら側です。少々お待ちください。あれ、元栓、ん、おや、どうしたんですかね。ちょっとトラブルがおや、つかないですね、火が。まさかの、あれ、ちょっと待ってね。はいはい。コンロが壊れた。そんなバカな。よいしょ。うん、どうしたんだろう、急に。あれ、おじさんたち大変困っております。おじさんたちはちょっと今、あれ、どうしたんだ、ん、ガスが止まった。ガスが止まっちゃったかな。どうしたんでしょうね。ガス料金払ってんのかな。あ、またヘラが、またヘラが、あ、ちょガスガスどうしたんでしょう。またちょっとハプニングでございますよ。まあ相も変わらずこうやって準備不足なわけでございますけれども。ちょっとどうしますか。ちょっとちょっと止められたガス。そんなガス代金払ってないみたいな、そんなことあります。ちょっと待ってね。はい、はい、どうでしょう。ん、今、あ、来ました。え、あ、来ました。え、あ、来ました。え、今、はい、セブンイレブンで支払ってきました。え、でも元消えた？何ですかこれ。 What happened ですね。 What's happened ですね。どうします。なんかどうでしょう。え、いや確かにつきますよ。でもすぐ消えますよ多分。またつきました、つきました、つきました。あ、またヘラ沈んでる。またヘラが沈んで。今ついてます。ついてます。あ、ついてますね、ついてますね。お、いやー、よいしょ。何がヘラ落としてるんですか。お、ついてるじゃないですか。ついてますね、大丈夫ですね。あ、何があったんですか。
まあいいや、とりあえず大丈夫ならいいですね。というわけで、じゃあなんかすみません、すごくぬるっと開始ですぬるっと開始しました。すみません、なんか、ま、あたたたたたた、あ、よいしょ。さて一応じゃあストップウォッチというかこちらの方も、はい、はい、回しまして、さあ、そもそもそう初めて聞いたという方もいらっしゃってますね。なるほど。こちらでましょうか。はい、あ、よいしょ。そうは、あれ僕さっきなんて説明したっけかなすごいさっき滑らかに説明したのに、ガスが通ったら、ガスの一件で一気にぶっ飛んでしまった古代の食料品ですね。その動物の乳をじっくり煮詰めて作るチーズのような食品が昔祖と呼ばれていたそうで、で、すでにもう製法が失われている料理だそうです。これを当時の文献とかから紐解いて、こういう作り方をしていたものなんじゃないかって言われているのが今世の中で作られたり売られている祖という食品で、僕たちは、まあ、その一番メジャーといいますか、よくやられている、牛乳をゆっくりと煮詰めて作るという製法で、前回のライブでそうを作ったことがあります。で、その時に、リクエストをいただいたコーヒー牛乳やいちごミルクで、今回できるのかという実験を今しようというところですね。はい、はい、その通りでございます楽な仕事ですねヨーグルトをですね、はい、もっと混ぜた方がいいのではということなので、なるほど、まあ、集中的にヨーグルトの方には混ぜておりますと。はい、結構液体になってきましたよ。ちょっと分離感ありますね。でもね、はい、順調ですかとまだ始まったばっかりです。火にかけてまだ2分しか経ってませんあ、でも香りがな、こっちすごいですよ。やっぱりいちごミルクの香りがめっちゃ立ってますよ、はい、わーと。ここもコーヒー牛乳はすごくいい匂いします。はい、独特のリズムでこうやってね、体を使ってね前回手に負担がいかないようにね、はいはいはい、はい、大ですよね。前回白王子筋肉痛になりましたもんね。筋肉痛になりましたよ、普段なかなか運動しないので。そうですよね。あ、ゆかじさん、ごめんなさい、説明をしていただいたようで、あら、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、毎回ありがとうございます。なんかコメントの機能をまだ使い切れてなくてですね。そうですね。あ、やっちまった。入りました。入りました。一発目。困りませんよ、もう。くっそー。このクッソは大丈夫ですからね、ちなみにね。クソは大丈夫です、はい、リズム感も大事なんですねと。はい受け答えに細心の注意を払いながら会話するという、これすごい多分ボケ防止につながりますね。ね、はい、何かをしながら頭の片隅ではずっとこう NG ワードのことを意識し続けなければいけないので。はい、あ、そろそろ弱火にしていきます。え、本当ですか。はい、でもなんか、はい、だいぶ沸騰してきちゃってますよ。あ、でも前回はできなかったですけれども、確か最初はしっかり沸騰させて、沸騰させたらごく弱火っていうレシピだったじゃないですか。はい、ですから一回しっかり沸騰するところまでやった方がいいかなと思います。なるほど、ではもう少し強火にしようかな。はい、よ、いや、返事できなくなりますねそこですよ、そこ。今僕もね意識してそこですよというふうにね、もう瞬時にこう脳みそを切り替えて会話をしているわけですけれども、これが油断するとねどうなるか分かりませんから。さあ、いちごミルクは沸騰してきました。沸いてきた、沸いてきた。のでこちらは弱火にします。弱火です。ごく弱火。前回詳しい方いらっしゃいましたよね。あ、いらっしゃいましたね。いらっしゃいましたね。火を弱めるタイミングとかを教えてくださいましたね。ね、いましたね。その道のプロが
来ておりましたね。いましたね。いらっしゃいましたね。ヨーグルトのカタカタが怖いと。あ、この音か。これね。これね。安定してないのかな。なんでだろう。あ、五徳とフライパンがちょっと合ってないかな。どちらかが歪んでんのかな。かもしれませんね。その道のプロ。それですね。その道のプロ。はい。はいです。もう層を作っているとね、あの会話がゲシュタルト崩壊してくるんですよね。本当全部層に聞こえるんですよね。あ、ほら今層って言った。言いましたね。これですよ。もうちょっと油断した瞬間に行きます。もうあのぜひ皆さんもね、これ縛って会話してみてください。いや、会話の縛り、キーワードで縛るの結構厳しいですよ。厳しいですよ、本当に。ぜひあのお正月とかね、皆さんご家族集まられたら、ご実家で正月遠くないですか、まだ。じゃあお盆でもいいです、ね、あ、ご家族でそう作りながらね、はいはいはい、で負けたらね、みんなで亀ゼリー食べて、亀ゼリーを ね、こっちちょっと弱火にします。あ、はーい。あ、コーヒー牛乳もしっかり沸きましたね。はい、沸いてきました。ヨーグルトなかなか沸かないですねって。あ、弱火、もうね、弱めました。あ、そうなんですね。うん、今言いましたね、これ、ね。言いましたか。自然に出ちゃいますね。自然に出ちゃうな。すいません、ちょっと。はい、あかん、あかん。このままでは亀ゼリー食うことになってしまう。亀ゼリーだけは回避したいな。誰か助けてくれ。面倒いな。どうしたらこれ止められますかね。このこれをつい口走ってしまうこれ、ね、何かいい方法ありますかね。やはり脳を分割して使うことですよね。そうですね。ああ、やっちゃった。ちなみに、外は、古代の乳製品ですね。はい、はい。動物の乳をゆっくり煮詰めて作るチーズのような乳製品です、はい。ちなみに正しい製法は遠の昔に失われておりまして、今世の中に出回っているものは、当時のものをこうだったのかなと再現した食品ということになっております。だんだんとこう説明がこなれてまいりました。さて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 、コーヒー牛乳どうですか。コーヒー牛乳結構な匂いがするんですが、ふんふん、なかなかね。さっきまでイチゴミルクの香りすごい立ってたんですけれども、今コーヒー牛乳の香りが優勢です。はい、すごく強いですコーヒー、うんうんうん。奈良の酪農家が作ってる、それです、まさにそれです。つい先ほど奈良県から取り寄せた層を食べました、はい、食べました、はい。本物の層、本物のプロが作った層食べてみましたけど、はい、結論我々の作った層と同じ味だったという。全く同じです。その道のプロということで、はい、これが完成したら結構面白いことになりますね。違う味の層も作れると。だねダネって置き換えたらいいって。ありがとうございます。ちょっとそれで行ってみます。そんなヒント出しちゃって大丈夫ですか。あ、ゆがちんさん、ありがとうございます。 ありがとうございます。ありがとうございます。これ置いときたいんですけどね。どうすれば置いとけるんでしょう。時間どれぐらいかかるのと。前回2リットルの牛乳を煮詰めて完成するまでに4時間かかってます、はい、今回は1リットルの、ドリンクでやってますので、まあ、おそらく半分ぐらいの時間で済むかなみたいな感じですね。だね。やるねこれですよ、この会話の不自由さを楽しむっていう。最高にライブに不向きですね。喋りに制限を加えるライブってどうなんですか。ねえ、どうなんでしょう。よいしょ。ヨーグルトだいぶ傘減ってきましたね。大丈夫かなこれ。ヨーグルトかなり減ってるな。うん、2時間くらい、うん、2時間ぐらい。あ、ちょっと変わります、はい、
コーヒー牛乳脇についてません。あらら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 、ちょっと油断した。いけないいけない。こそげ落としながら。なんかコメントで微妙にこう NG ワードを誘ってくるその感じ。もう油断ならないな、ね、油断ならないですね。これ確かにカタカタうるさいな。ゆかちんさんのやつピン止めしてください。あ、ピン止めがね前回ね、あ、そう、よいしょ、そうって言っちゃった。だこれはまずいな。このままでは、はい、このままでは、ピン止めしましょう。亀の餌食になってしまう。食え食え亀食え食え。さてさて、ではピン止めしてきます。お、はい、承知しました。ピン止めのねやり方が前回できなかったんだけども、どちらだ。みんな NG ワードを使って会話できて羨ましいな。僕はそれ使えないからな。ピン止め、このコメントをピン止めする。お、はい、ピン止め。これ60秒しかピン止めできないんですよね、なぜか。じゃあ60秒ずっとピン止めし続けます。その作業に入りますか。何のライブだか分かんない。もうだからこうやってこうやってこうやってですよね。忙しいシェフですね。忙しいシェフですね。本当ですね。ピン止めしました。どんどん NG ワード誘ってきてますよ。そって何ですか、うん、古代の乳製品です。完結しましたね。だんだん会話が困難になってくる、ね、片言。古代の乳製品で、動物の乳をじっくり煮詰めて、固めたチーズのような食品です。はい、はい、そういうことでございます。短って入ってきた。待て待て、ちょっとなんとかお届けするから、飯田ついてきて。はい、どうでしょう。はい、はいはい、2人はどういうご関係なんですか。あ、仕事の先輩後輩ですね、はい、大まかに申し上げると、はいはい、よいしょ。お昼休憩中にいらしてくれてる方もいらっしゃいます。お疲れ様でございます。ありがとうございます。すみません、皆さんがお仕事をしている中、ね、僕たちは昼日中からコーヒー牛乳を煮詰めております。あとピン止め終了のお知らせが来ました。マジですか、これ。あ、本当だ、ありがとうございます。やっぱりピン止め切れてますね。これどういう風にしたらいいんだろうな。あれなのかな、もうちょっと登録者みたいなのがいないと使えない機能なのかな。どうなんですか ね、 TikTok ってだんだんと機能が開放されていくみたいな。ちょっとゲームじみた部分ありますから ね、 よくわからないですよね。確かにおじさんにはわからない世界です。わからないですよね。よいしょ。そう、ライブ見れて嬉しいです。あ、2回目なんですね。あら、いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。前回の生き残りの方ですね。さあ、今回も我々と死闘を繰り広げようじゃありませんか。行きましょう行きましょう行きましょう。さあ、前回と同じく罰ゲームも用意しております。前回とはちょっとベクトルの違う方向の罰ゲームが用意されております。はい、この亀ゼリーでございます。亀ゼリーですね、はい、大変まずいという噂です。はい、はい、まずいらしいですね。らしいですね。僕も昔あのウミガメの缶詰を食べたという話を先ほどしたんですけれども、食べたことがあるという話をしたんですが、はい、なんかあの記憶が飛んでるかもしれないんですよね。正確な味が思い出せないんですよ。もうそれぐらい、それぐらいすごかったですね。いや、ウミガメ、はい、食べていいんだっけな。だ、昔は良かった気がするんですけど、確かあのちょっとうろ覚えなんですけれども、はい、基本的にあの量は禁止なんです。ただ、うんうんうん、ダメですね。はい、標本調査という
あの理由で、はい、あの年間にその捕獲される頭数というのが一定数いまして、ほう、そうやって捕獲されたウミガメが、あのウミガメの一部がそうやって缶詰になったりとか、あとはあの島で普通に食肉として販売されてたりとか、はい、あのウミガメの肉のお寿司とかもあったりします。はい、そんなものがあるんですね。そうですね。あ、今あれですね、脳みそを今思い出の回帰の方に使いましたね。それです、これです。このね、あのやっぱり脳のリソースをね、うん、あのやっぱりこう完全に綺麗にこう割くのは難しいですね。難しいですね、はい、やっぱりどこかに偏りが生じてしまいます、はいはい、これ確かにね、あの倒れそうで怖いというコメントがあるんですが、確かにガタガタ言ってるんですよね。ガタガタは言ってるんですけど、ちょっと持ち上げて、はい、あのかなり五徳はしっかりしているので、うんうんうん、あの倒れたりすることはないと思います、うん、はいはい、僕らもあのこういう柄に引っかからないようにとか、ちょっとその辺は注意しながら、はいね、はい、少しねこっち側に傾いてるので、うんうん、気をつけないと、はい、うん、あれですね、ちょっとこぼさないように気をつけます、はい、すいません、お願いします。分離してきてるな。分離してますね。うん、なんか牛乳でしゃぶしゃぶやった時のことをちょっと思い出しますね。あー懐かしいですね。はい、これをよいしょ、コメントピン止めすると。はい。よいしょ。傘減ってきましたね。だんだん減ってきましたね。ね、これゴール近いんじゃないですか。意外と早いかもしれません。うん。うん、作ったものを食べるのともちろん、はい、食べます、いただきます、はい、ただあの酢については、固まったら完成ではなくて、固まった後冷やしてそれでやっと、まあ、完成というか、一応それが正式な完成らしいので、はい、今回は出来たてのものの試食までになりますね、はい、その冷やし固めたものについては後日動画でご案内させていただこうと思っております。はい、よろしくお願いします、はい、お願いいたします。岩作ってるのと。岩、岩岩わかる、石かもしれないけど、石じゃなくて岩の方、岩を作る作業ってすごいです。これで岩できたらなんかもう確定ですよ、ね、ですね、ね、何作りたいですか。いやそんな、ね、なんか特に広がりがない岩。岩ができたら、岩ができたら何作りたいかな。庭園でも作ります。あ、並べてだよね。何この会話。何この不自由な会話。難しいな、やっぱりこうね、今僕に同意を求めてきましたね、会話で。それずるいですよね。やはり NG ワードがあると非常に喋りづらいです。はい、うん、間違いなく、はい、今僕も瞬間で脳みそをこう変換しながら ね、ガン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 変えていかないと、はい、だから別のことを考えるとね、もう NG ワードが出やすくなってしまうので、はい、皆さん NG ワードを誘発させたいなら、いろいろこう会話をね振ってくると、あでも僕が主に苦しむだけだろこれ。これもだいぶ減ってきてる気がするぞ。だいぶ減ってますね。うん、みんなみんなそうやって、いいな、何の気兼ねもなくそうやって言えるの、ね、羨ましいな。いいですよ、みんなこっち側に来ればいいのに。視聴者さんに罰ゲームを強制するってできないんですかね。ああ、そういうなんか参加型があったら面白いですね。面白いかもしれませんね。よいしょ。牛乳じゃない、これヨーグルトがだいぶ来てる、うん、水分減ってきて粒が目立つようになってきましたね。
まあヨーグルト 400g しかないので、それを考えるとまあ確かに減りは早いか、うんうん、他よりもね。お、今から一緒に作るとな。お、ぜひやってみてください。連発してる？連発してました？あ、多分僕のことかな。どうなんだろう。あ、これコメントかな。NG ワードを互いに決めておでこ貼るのはどうですか。あー、なるほど、そういうの面白いかもしれない。ありますね、はいはい、気づかないうちにどんどん行ってしまっているっていうね、うんうんうん、確かにそれだと会話はとりあえず気兼ねはしなくていいですね。ね、うん、終わった後が地獄っていう、はい、はいはいはい。あ、亀ゼリーめっちゃ臭まずいですよね。はあ、ご経験のある方いらっしゃる。2人ともね経験がないんでございます。はい、亀ゼリーは食べたことないですね僕も。ぐえー、お、外は何ぞや、食屋さんいらっしゃいませ。古代の食品で、はいはい、動物の乳を煮詰めて作るチーズのような食品です。ちなみに正しい製法はすでに失われておりまして、過去 の書物文献などから、こういう作り方だったんじゃないか と、再現、再現ですかね、はいはい、再現をして作っているという状態ですね、はいはい。フレーズは大丈夫なのですか。ソにウがついた時点で、うん、ダメです。ダメです。ソであれば OK です。はい、はい、どうしましたどうしました。大丈夫ですか、うん、コーヒー牛乳の匂い今あ、むせた。むせちゃいました。あらあら、うん、失礼しました。開発中ですか。開発中です。開発中開発中です。はい、まさに、はい、まさに、やったことある人いるのかな。コーヒー牛乳とイチゴオレで、あとはヨーグルトで層を作るっていう人いるんですかね。いらっしゃいますかね。どうなんだろう。いらっしゃるかな、ね、いたら早めに教えてほしいですね結果だけ知りたい、結果だけ知りたいっていうちゃんとできたのかっていうね。いや、でもこれやってない人いたら、あ、ピン止めすぐ終わると。ああ、まあそうでしょうね。ね、ゴムベラ溶けないですか。ゴムベラ溶けないです。大丈夫です、うん、ありがとうございます。前回もね溶けなかったですよね。はい、うん、ピン止めすぐ終わっちゃいますねやっぱり。はい、じゃあまたピン止めします。なかなか難しいですね。よいしょ。その説明も書いとけばよかったな。あ、うん、確かに。そしたらね、皆さんご覧になれたと思うんですけど、はい、よいしょ。さて、ありがとうございます。ゆかちえさん、毎回コメントを貼っていただき本当にありがとうございます。毎回申し訳ありません。ありがとうございます。うん、小月さんだねよいしょ。はあ、やっぱりあれですね、あのコンロ3つ並べて火にかけてると熱いですね。熱い、熱い、非常に熱い、非常に熱いですね、うん、天気もだんだん良くなってきましたしね、はい、こちら側晴れてきましたね、はい、皆さんのところは晴れてるのかな。どうでしょうか。皆様もあの気の長い作業になりますので、はい、あの十分適当にこう休憩をされたり、はい、席を外したりされながら、はい、あ のんびりとお付き合いいただければと思いますので、はいはい、まだまだ時間はかかりますね。かかりそうです。かかりますね、はい。まあ、ヨーグルトについてはだいぶゴールが近づいてきている感じはありますけれども、はい、なんか飲まれます。あ、大丈夫ですか。引っ掛けたわけじゃないですよ。分かってます、分かってます。引っ掛けたわけじゃないですよ、もちろん。この純粋な自分が憎いですね、全く。え？え？
ググってみました。コーヒー牛乳からはそれらしいものができそうですが、ビジュアルが汗いるんだ、いるんですね。なんだと。ありがとうございます。 いらっしゃるんだ。いや、世の中物好きいるな。黒さん、ボロ負け中ボロ負け中ですね。 7-0 ですね、現状。あ、はい、どうぞ、水分補給を。はい、ありがとうございます。まあ、コーヒー牛乳まだ全然大丈夫そうだな。まだかかりそうですね。うん、午前中雪でした。あら、北の方にお住まいの方かしら。もう5月ですもんね。5月に雪か、季節外れの雪ね。結構5月だと、でもゴールデンウィークぐらいまでスキー場とかやってるから、降ってるとこは降ってますよね。あ、なるほど。うん、お疲れ様でございます。そうです。冷蔵庫で、あー、チョコ固めるやつリベンジしてと。どれだ冷蔵庫で最近出したのは、フォークで広げて、あの、僕の心が折れたやつですね、はい、すぐ座っちゃったやついや、あれはね、パニックでしたよ。もうで、手でつまんだ瞬間溶けてくんですもんね。もう穴開いてましたもんね。穴開いてましたね。あ、ちなみに、あの、コーティングチョコを使っていないからではないかっていうふうにコメントを寄せてくださった方もいらっしゃいましたが、はい、あれ、そのカットしてしまってたんですけれども、実際はコーティングチョコを使っております。コーティングチョコで、はい、あの、ありさまでした、はい、薄すぎたんでしょうね、だから ね、もう少し厚でに。チョコは難しいですね。チョコは難しいですよ。もう素人のおじさんが手を出しちゃいけないもののトップ3ぐらいですよ、はいはい、去年の年末ぐらいから、チョコのクリスマスツリーぐらいからもうずっと ねチョコと格闘してますけど、夏場は特にね、ダメですね。あ、そうですね。あ、そうですね、はい、もういろいろ、もういろいろ、何か、あ、これ熱い、熱い。通算何回入れました多分 5,6 回入ってますね。もうちょっと次あります、ね、すいません、もう箸でこういうね、あ、取れるようにしておきます、ね、ありがとうございます、よいしょ。もう一号例におじさんのエキスがだんだん入ってってるな、これな。食べてくださいよ食べたくなくなるじゃないですかここに絶対汗ついてますもん。これ混ぜてる時にここにめっちゃ汗ついてます。それを入れたんですよね、はいはい、今ね大変申し訳ございませんそういうことですよね。言っちゃったやばいな自然に言ってしまったら来た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 、これ来た、これ、一個一回も言わずにいけると思ったんだけどな。ここから大逆転始まりますからね、皆さん楽しみにしててくださいね。怖いな、カメゼリだけは食べたくないな。食べたくないですよね。絶対嫌だわ。まだ辛い方がいいかもしれないな。あ、本当ですか。いや、亀ゼリーはちょっと厳しいですって。小学校の頃ずっと亀飼ってたんですよそういう意味無理ですよそれを思い出すと、亀好きには無理ですよ、亀を食べるなんて。トモ食いみたいなもんですよ。じゃあなんで買ってきたんですか負ける気がしなかったひどいあ、おじす、ん、クロージエキス入りソは視聴者プレゼントで大変だな。じゃ あ着払いで送りつける感じですギャッいたずらいたずら恐ろしい。ゼリーは亀入ってないんじゃないのと。亀丸ごとは入ってないんですけども、はい、亀の甲羅のなんか内側 の, なんかそのエキスだか粉末だかが入ってるようです。うん、興奮、南高の甲に粉って書いて、亀の南高の粉みたいな感じでしたよね、はいはい、ですから、まあ、おそらくはそういった
あこれダメかあその辺の粉末が入ったもの、はい、あの成分表を見る限りだと砂糖が一番多かったんですよね。多かったです、成分的には。だから亀がどのぐらい主張してくるのかがわからないんですけど、でもね、うん、前評判だと相当に臭くてまずいという話ですから、ま、でも亀を経験したことないからね、 どこが亀なのかがわからないかもしれない。まあなるほど、黒字の方はウミガメをね、あのよく食べてたってことなんです、はい、よくは食べてない、よくは盛りすぎです。地元でよく食べてた。違う、いろいろ嘘はよくない。取っては食べ捕まるからさすがに。それはダメです、ね、それはダメです、ね、それはダメです、それはダメですね。んコロコロ、あ、そう作ってます、そう作っております。はい、亀ゼリー苦いのかなと、どうなんでしょう、どんな味なんでしょうね。う、昔そのウミガメの缶詰食べた時は相当にえぐかった記憶がありますね。えぐいってのはえぐみが強いと、あのなんて言うんだろう、あ、味もさることながらとにかく臭かったのがなんとなく今思い出してきました。すっごい臭かったんです。何臭いんですか、何だったかなあれ。泥、あ、泥、いや、あ、海だから泥ではないか、うん、何かそういう、そう何かこう何かに例えられるような苦味、あ、苦味、臭みではなかったんですが、とにかく臭かったです。臭かった相当に同時追加と、なかなかさん相当に点々点ともう言葉すら出ない。だいぶヨーグルトが、はい、あの変化してきましたよ、うん、水分減ってきましたね、すごい。これ作るとき、はい、テフロン加工は必須ですね。確かに、うん、うん、テフロンでなかったら焦げついてしょうがないでしょうねこれ。ね、うん、わあ、ヨーグルトの香りがすごいな、ね、ヨーグルトを通り越してもはやチーズですね。あ、うん、チーズの香りするね、うん、ん、ヨーグルト、飲むヨーグルトで作ってる人はいたんですけど、ヨーグルトで作ってる人はいませんでしたと。なるほど、は、確かに煮詰める発想だったら飲むヨーグルトの方が近いですもんね、うん、確かに飲むヨーグルトでは作れたということか。そうが、でも飲むヨーグルトだと加糖してますからね、おそらく。あ、砂糖入ってますもんね。無糖の飲むヨーグルトってないんですっけ、どうなんだろう。あ、飲んだことないな、僕見たことないですね、うん、飲むヨーグルトは大体お砂糖入ってる気がしますけれど、まあ、だからプレーンのヨーグルトで作った結果がどうなるのかっていうのは少し気になりますね、うんうんうん、ですね。さあ、だいぶ減った気がするよこのコーヒー牛乳は。いちごミルクも減ってますね。いちごミルクも結構減ってきましたね。前回も突然変わりましたもんね、途中からガンガン変わっていきましたね、うん、うん、あ、無糖の飲むヨーグルトある、あ、あるんですね、うん、へえ、知らなかった。どうしたんですか。トントンにしときましょう、トントンにしときましょう、クロージーダントツですし。書き加えていいですか。なるほど。ここからリスタートということで。いや、まだじゃないですか。え、まだ。そうなんですか。まだじゃないですか。また行ってしまった。あ、じゃあこれこうしましょう。はい、あの白王子については、はい、1回の NG ワードで10ポイントっていうのはどうですか。はい、いや、おかしいです。あの、ね、こうしましょうじゃないです。あれ、何ですか。ひらめいたみたいなこと、ひらめいたみたいなテンションで言ってるんですけど、いや、もうなんか全然あのハンディキャップとしてありかなと思うんですが、いやいや、よくなんかテレビ番組でね、はい、一番最後に
なんか答えた人が10ポイントみたいなね、ありますけど、はい、ありますね。それまでのやつを全部チャラにするやつね、はい、ありますね。ありますけどね、決して我々ほらやらせはしないという、はい、別にこれもやらせの結果ではないですから別にね、まあ、いいと思うんですけど別に、いや、やらせとか関係ないじゃないですか。それは、お、白王子も言ってたよと言ってましたか。何、あれ気づかなかった。では足しましょう。 いくつ言ってたんだろう。それいいですね。あ、それ10ポイント制ですね。あ、ほら、それいい、よくないでしょ。あ、カウントされてないの結構あるのか。あ、なるほど。じゃあお互いに10ぐらい足しときますか。あまり違う、まあ、じゃあ私の方に足しときましょうかね。言ってたということだったので、何どんぐらい足しときますか。じゃあ10、どんぐらい足しときましょうか。なんか今10個ぐらい足してくれるテンションかなと思ったんですけれども、なんでそんな安全地帯なんですか。いや、まだまだね、これから言ってしまう可能性もあるので、だいぶ今セーブねしてるので、もしかしてここから少しね、疲れが出て、はい、言ってしまう確率もあるので、そんなくはないですよね、はい。でもな、ラスト10分でポイント倍。どうしよう、僕の方が加速度的に増えてる。ヨーグルトかなり、うん、ふんふんふん、トロトロになってきた、なってきました。いや、そう、いっちまった。ヨーグルトかなりやばいですかというコメントをいただきましたが、はい、まだ水分感じますね。はい、まだまだあります、水分がありますね。うん、でもだいぶ減りましたね。減りました。うん、これ仕上がる頃にはそれこそお取り寄せした素と同じぐらいのサイズ感かもしれませんね。ですね。まあ、とろみはかなり出てきましたね。ヨーグルト出てきましたね。わかりますかね、こんな感じで。おお、わかりますかね、こうひっくり返せそうな行くのかと思った今。びっくりした。びっくりした。ここでひっくり返したらね、さすがその道のプロ。ありがとうございます。ありがとうございます。親父ギャグいただきました。はい、ユガジンさん、やっぱり前回よりペース早いですねと。あー、早いですね。早いですね、間違いない。1リッターっていうのもありますし、はい、あとはこの鍋が、鍋でフライパンか、フライパンが大きいのを使ってるっていうのもあるかもな。あるかもしれませんね。前回はそのフライパンもうほぼ満水みたいな状態からスタートしたので、しっかり沸騰させられなかったんですよね最初。はい、溢れてしまうから。はい、白王子がですねを使いこなしてる。悔しい、悔しい。このおじさんだびっくりマーク2つ。どういうことだ。おじさんだ、おじさんだよ。おじさんだって。外で指さしてね、おじさんだ。指さしちゃいけません、人に指さしちゃいけません。お母さんに怒られるやつですね。おじさんだ。おじさんにおじさんって言っちゃう。あ、ホットプレートでやると1時間くらいでできるみたいです。はあ。あれだな、広いと空気に触れやすいから蒸発しやすいんじゃないですか。なるほど。ホットプレートか。なるほど。とするとホットプレートの場合はもう3、これの場合3台ぐらい並べないといけないところになる。絵面がやばいです ね。よいしょ。沿っておいしい、疑問が来てますね、質問が。あー、おいしいといえばおいしいかな。出来たてはすごく甘くてびっくりするぐらい、キャラメル
とバターとチーズを足したような、はい、そんな感じですごく濃厚な風味がしたんですけれども、はい、ただあの冷やしてしまうと、うん、あの中の多分砂糖の成分が結晶化しちゃうんですよね、はい、だからあの噛むとザリザリして食感も良くないですし、うん、あとその甘みが全部なくなってしまって、うんうん、なんだか不思議なものを食べてる感じになりますよ ね、 やっぱり出来たての方が、ミルクケーキっていう、はい、うんうん、あの板のやつ、板のお菓子、硬いミルクケーキの味っぽくて美味しかったですね。美味しいですね、うんうん、冷えてしまったものも、薄く切ってフライパンで軽く炙ったんですよね、はい、炙って食べたら甘みが復活して美味しかったんですけれど、うん、でもやっぱり出来たての方が美味しいですね。美味しいです。これについては圧倒的ですね。圧倒的に、うんうん、出来たてが一番。何もね、何でも出来たてがやっぱ美味しいのかなかもしれませんね、うん、次はホットぎこちないですねぎこちなくなりますよこんな。もうあ、ホットプレート3台ブレーカー心配ですね。確かにホットプレートって一つ何百ワットぐらい使うんだろう。800ワットとかそのぐらいですか。あ、使いそう。そんぐらい確実に飛びますね。飛びますね3台だと。うん、ミルクケーキは素朴、ミルクケーキは素朴な甘みが美味しいですね。ああ、美味しいですよね。子供の頃すごい、あれ出会った時は最高なお菓子と出会っちゃったなという感じしましたよね。本当あれですよね。あの白王子はお菓子の思い出多いですよね。お菓子とか、ね、お菓子とか大好きでしたから。うん、なんなら小学校に行く時ね。右側のほっぺが左側のほっぺにお菓子隠してたぐらいですね。それは食べてるんじゃないですか口に入れてますよね保存してたんだ授業中に食べるときに保存して。無理があるだろう何時間仕込んどくんですかそれあ、使えそう。あ、なるほど。そ、あ、俺2回やったー。2回ですね。やったー。あ、みんなその調子だ。あ、あ、でんでんでん。後半の最後につける部分もダメだってことですよね。ああ、あのこれです。これです。わ、うん、これは素晴らしい指摘でした。確かについ会話の頭の方に意識がいっちゃうけれども、はいはい、末尾にも ねありますね、はい、ご指摘ありがとうございます。ありがとうございます。おかげで勝ち目が見えてきたかもしれません。いやー、そうやばい、やばい、みんな来たよ、入った、入っちゃった、ゾーンに入ったよ、ゾーンに入ったよ13対9、これは逆転の可能性あるよ。まずいな。よし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 、脳が後半の部分にも NG ワードが入ってくると、はい、嫌な汗が非常に今脇の下から嫌な分泌物があの一言一言出すのにすごく時間がかかり始めましたねいやあ、白王子はバレてなかっただけだもんと書いてますね。なんとそれを使っていたということでしょうか何ですかその会話何ですかそれうわー難しいな。一気に上がってきましたね。くー、お、そして時を同じくしてヨーグルトだいぶ来ましたよ。ヨーグルトも来てます、来てます。水分が明らかに減ってきてますね。はい、まだいますけれども。いますね。うん、あ、ん、ああ、これ固まるかな。
いやでも固まると思いますよ。固まるか、ええ、もうちょっとか。前回の、うん、あの牛乳でやった時の後半と雰囲気近いです、はい、なるほど、いけますいけます。ちょっと洗ってきます。はい、ごめんなさい。コーヒー牛乳はTikTok 起動するとなんか外国の人が一人でこう画面の前でなんか楽器ですかね、こういう感じでずっとやってるんですよ。ほう、多分楽器というかなんだかわからないんですけれども、あのヒーリング系の配信、ライブ配信をされてる方がいらっしゃって、なんかこういう感じでずっとゆったり動きながら何かをされてるんですよね。んそれ、はい、奏でてるってことですか。多分奏でてるんじゃないかなと思うんです。なんか音が聞こえるんですけれども、なんだろう、見たことないです。なんかいわゆる何ですかね、あの仏教か何か分かんないですけれども、うん、そういうそういうあ難しいね、難しいな。巣を作っていると、前回もそうでしたけれども、自分で気づくのがすごく、はい、いいですよねあ、まあ、僕の場合あれですよ、会話の頭、言葉の頭に来がちですから、うん、やっぱりそれは気づきます。変わった演奏ですね、うん、すごく不思議な気持ちになるんですよ、うん、朝の7時台とかかな、なんかふと立ち上げた時に、はい、そういうあれおかしいな、さっき逆転の申し上がったはずなのにさっきと同じところで詰まりましたねまずいまずいまずい、まずいぞ。表現の仕方で使うってことですね。喋らなくなった喋らなくなったぞちょっと脳を休ませてもらっていいですか。これはいけません、脳が死ぬ一回ねしくじるとはまりますね、ゾーンに入ってしまう。あ、なるほど、それか、今言ってた、これで言ってたんだ、何かの、あー、うわ、あ、演奏は入らないのか、演奏はさすがになしかな、なしにしましょう、なしします、うん、はい、演奏は何か他の言葉に置き換えたら奏でるとかですけれども、はいはい、うん、まあ、ありにしてもどちらでも。じゃあこっからは、こっからはでは演奏もありでいきましょうか、はい、演奏も含めたそういった名詞の中に潜むものもありにしましょうか、はい、です、はい、ですです、はい、です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 、ご指摘ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと緩めのルールでスタートしてしまったので、はい、皆さんも混乱されてしまって申し訳ありません、これからはあ、行った、あ、行った、あ、分かんなかった、あ、行ったか、あ、皆さん行ったか、皆さんの曇りなき眼で言ったかどうかを判断していただいて、はい、厳しく取り締まっていただきましょう我々は粛々と、やっていきますので、そうね、はい、作っていきますから。ヨーグルトだいぶ来ましたね、来ました、うん、で来てます、耳澄ましてますそっちに集中するものでもなくて、ゆかちんさん、ゆかちんさん、楽しみ方が、楽しみ方がね楽しみ方のレベルが上がってますけどヨーグルトこれもう少しですか、はい、これどうしよう、どこで止めればいいんだ、ヨーグルト
でもまだ汁気あるんですよ。あ、ん？痛そうな。2回つけました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ちょっと語尾に火を使いすぎていけないですね。いけないです。はい、そしてこのヨーグルトそろそろ型に入れるかというところなんですが、なるほど、あの端の方は、はい、貼り付き始めてます、はい、があらあら本当だ、あのこれちょっと皆さん見えないとは思うんですけれど、あの表面にまだ汁気があるんです。あの水分が浮かんでくる状態、水っぽいですね、うん、だからこれはまだ少し早い、もう少しなのかなっていうこの判断が難しいな、うんうんうん、なんかずっとここにいると、はいはい、鼻水が止まらなくなってきた。どうしたんですか？耳鼻科に行くと、はい、鼻で水蒸気ずっと吸うやつ知ってます？あ、ネブライザーですね。あ、ネブライザーっていうんですか？確かそういう名前だったと思います。あの、あーあばれネブライザー、はい、ネブライザーって言うんですね。確か、うん、あ、ネブライザーってこと合ってます、はい、あれの状態が今来てます。おや、あ、これがネブライザーに今ずっとだからネブライザーを、いや、それはないでしょう。それはないでしょう。どういう状況ですか？あー、これヨーグルトなくならないかな。そろそろいけますか？でもまたちゃいますか？うん、ネブライザー現象。気づいてくれない。む、ん？言ったのかな？言った？言ったのかな？どっちが言ったんだ？私が言ったか、それとも何か質問いただいたのかな、もしかして。熊本のコッパ餅。コッパ餅初めて聞きました。コッパ餅。コッパ餅郷土料理ですな。よ、コッパ餅では調べていただいて、コッパ餅を調べます。 OK Google コッパ餅を調べて、あ、なんかポッキーをプレゼントしてますと、おきゃりさんが、 あ、 ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい、完全に見逃してました。見逃してました。あ、ギフトのことです。 あ、 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい、おじさんたち完全に必死になってしまっていて。あ、コッパ餅はこういう料理だそうです。言っちゃった。あーなるほど、コッパ餅いただきました。いや、あ、すごいチーズの匂いする。しますね、うん、うん、なんかギフトありがとうございます。よいしょ。ちょっとギフトのことも分からず始めてるおじさんが申し訳ないです。すみません、ありがとうございます、うん、よいしょ。あ、株式会社の食堂さん、ありがとうございます。 ありがとうございます。ちゃんと届いております。お、コッパ餅美味しそう。うん、はい、お、イエーイ。コメント読むのも結構コメント釣られちゃいます。うんうんうん、うん、皆さん NG ワード使って書いてますからね。いやー、怖いな。
ありがとうございますいや語尾にもあるとかねこれは難易度上がりますよですね怖いな怖い、ね、非常に、うん、何も喋れなくなっちゃうな無言のライブ配信っていうね、ASMR になっちゃうかもしれない、それはそれでヒーリング効果があるかもしれませんが、はい、ヨーグルトどうだろう。コメントは読んでいただきたいのでセーフにしては。なるほど、お優しいコメントが入っております。確かに。ではコメント OK にします。コメント OK にします。はい、では減らしましょうじゃあここからです。ここからにしましょう。コメントはでは、セーフにするということで、はい、はい、いただきましたのでそうさせていただく。ありがとうございますありがとうございますそのようにさせていただきます。はい、あれあーですよねうー、今のは NG です。ですね、はい、よいしょ。ヨーグルトは良いかもしれませんね。ね、ヨーグルトそろそろでは固めてみますか。はい、でいちごがもう鍋底見えてきてます。はい、うっすら見えてきてますね、うん、もうすぐですね。さてではヨーグルトを火から下ろします。はい、はい、火を止めました。では型的な型的なサムシングで、じゃあちょっとその間いちごをお願いしていいですか。はい、OK です。はい、はい、ジップロックとかがもしくはどこかにあればか、ね、もしくは器、はい、ジップロックラップ、あ、ラップ、ラップとかで、ラップですね、はい、前回と同じく、はい、今白いおじさんがひたすら一人で層を作る状況地獄をお楽しみください地獄って言わない地獄って言わない。あ、とりあえず包む前にどのぐらいの状態かっていうのを一旦皆様にやりましょう。ご案内いたします。これがこれを、もうだいたい1時間ですね、はい、これを1時間煮詰めた結果がこれでございます。このぐらいまで豆腐っぽいな。豆腐あ、でもチーズっぽいな。チーズっぽい。何でしたっけ、モッツァレラでしたっけ。あー、なんか柔らかいやつ。はい、固める前のモッツァレラに近いかもしれない。こんな感じです。はい、味見します。そうですね、あーあああ自爆しました。自爆しました。はい、味見しましょう。あ、ヨーグルトなら家でもできそうかなと。ヨーグルトは時間もかからないですし、これで美味しくできてればいいですよね。はい、スプーンください。味見します。今から、はい、味見します。いやー、ペッテレー。そうで、あ、お、どうしたんですか、どうしたんですか、ボーナスタイムですか。はい、大谷のような二刀流ですねとそれでつい口にしてしまいました。 ありがとうございます、ありがとうございますどのライブよりも楽しいです。お、来ていただきましてありがとうございます。あら、ありがとうございます、ありがとうございます。さてではとりあえず一回ちょっと食べましょうか。味見ということで、はい、一応ですね、まあ、若干不正確であるんですけれども、開始してだいたい58分以上経過している状態です。でヨーグルトはこの時点で一旦完成とさせていただこうかなというところですね、はい、では味見たい。はい、スプーンどうぞ。ますか。あ、じゃあいただきます。はい、さてどんな仕上がりでしょう。ヨーグルトの素、ヨーグルトの素、こ
これが誰もいない、うん、どうやらっていう話でしたよね。いらっしゃらないらしいですね、うん、はい、あいきます。なんか酒粕みたいな感じになってるな。うん、確かに。あ、うん、あ、牛乳の外はまるで具合が違いますね。これあのなんだろう、カッテージチーズみたい。あ、カッテージチーズ、ね、それですね、うんうんうん、カッテージチーズですね。確かに確かに、カッテージチーズですね。どうしたんですか。あ、言うかなと思って。そういうのどれくらいですか。あーいこれがカテチーズです。はい。ピン止めします。はい。はい、皆さん見えました？こんな具合ですね。ちょっと難しいかな。だいぶ、まあ、少しポロポロした感じはありますが、はい。はい、ではいただいてみます。いただきます。はい、いただきます。これすごい味すんな。ん？あ、とりあえず、そではない。とりあえずそではない。酸味が強い。酸味強いですね。うん。まあヨーグルトの乳酸菌の酸味がすごい強いです。けれども。気のせいかな。ちょっともう一口。うん。塩気感じません？ほんのり塩気というかあるような気が。ああ。最初酸味が感じるんですけども、はい、その後走ってきますね。きますよね。うん。後から追いかけてくる。後からもうアンカーで走ってきます。塩、塩味が。塩味がね。うん、なんだろう。冷やしたら良くなるかって言われると分かんないですね。ただあの甘みないんですよ。甘みゼロ。ない。強い酸味とほのかな塩味。ね。なのでだから冷やしたら落ち着くかもしれないですね。もしかするとあの甘くないってことは、はい、砂糖が結晶化しないはずですから、はい、ソムリエとかソマイスターうまいですね。トーストに、トーストどうなんだろう。トーストね、どうだろう。これ少し、はい、なんか水分出てきてますよね。あ、まあ出てますね。これ絞った方がいいのかな。あ、ここまで固まってたら確かに絞れるかもしれませんね。うん、うん、絞ってみますか。うん、ねえ、やった方がいいかなと。いいかもしれませんね。確かに確かに。ナイスで。ソムリエ。我々じゃあソムリエ、これからソムリエって名乗りますね。ソムリエの山川岩石です。失礼。新しい職業できましたね。できましたね、うん、このように新しい職業がまた来てます。懐かしい番組になって懐かしいやつがね、うん、絞ったらモッツァレラチーズみたいになりそうですねと。確かに完全にモッツァレラチーズになってしまいそうですね、はい、キッチンペーパーで包むのはすごくいいかもしれない。あ、そうですね、はい、あはははいやなるほどね、こうなるんだ。うーん、ヨーグルトの層は完全に、うーん、こうなるとは思わなかったな。なんか、あ、言ったかな、ん？なってしまいそうですね。どっちだろう、私が言ったから。
白王子でした、私でした、どちらだどちらだ、どっちだろう、あ、二人とも、なるほど、あ、気づかないもんだな、気づかないな、普通に会話してると気づかない、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、いやできれば白王子の方を集中して指摘していただけると大変ありがたいですちょっと味方につけるのやめてくださいよ視聴者を味方につけるのやめてくださいよ、なんかいやこれだけ差がついてれば別に少しぐらいで、まあね、何でもあってもいいかなって思いますけど、これだけ差がついてたらねそうです、あーくおじさまたちのライブバック、おじさまたちのライブをバックミュージックに、はい、コールスローを作りましたお疲れ様でございます、おいしくできましたか、おじさんたちのエキス入ってませんか、大丈夫ですか、素晴らしいですねコールスローができちゃったんですね、すごいな、あ、じゃあちょっとこれをお願いしていいですか、また、はい、一回これを、はい、では、はい、キッチンペーパーで絞ってみますか、キッチンペーパーでいきましょう、はい、キッチンペーパーはありますか、あります、いけますか、熱いかもしれないですね、まだね、はい、さあ、いや、バックミュージックをしばしお楽しみください昭和の歌謡曲でもではお、どうぞお願いします大して知らないですけど、はい、それでは白王子が歌います昭和の歌謡なんかそうざっくりとした振りじゃないですか昭和の歌謡ってすごい、ね、だって何の歌を歌うのかわからないから、まあ、とりあえずこんな振りですよねあ、お、二刀流王子登場ですよ、またどん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 、これいちごミルク色変わってきてます、はい、確かに濃くなってきましたよね、うんうん、ライブ配信は初めまして、そってコーヒー牛乳でも作れるんですか、はい、作れるのか試しているところですね、はい、今実験中でございます、実験中でございます、はい、こちらがいちごオレ、こちらがコーヒー牛乳ですね、こちらと分かりづらいかな、こっちとこっちで、よいしょよいしょっと、さていちごはもう鍋底が見えてきて、で、だいぶ色が濃くなってます、はい、ちょっと黒っぽくなってるかな、そして先ほどまで1時間ほど火にかけていたヨーグルトがこういう具合です、はい、来ました、はい、もうカッテージチーズみたいな感じで、ね、味ももはやそんな感じですね、うん、はい、なぜかほのかな塩味を感じる、なんだろう、酸味の強い乳製品になりました、うん、で、ちょっとキッチンペーパーで包んだので、これ下にちゃんと水気ありますのでご安心ください、うんうん、ここでちょっと軽く絞ってみますよ、これお映るかな、あ結構出ますね、ちょっとこの液体飲んでみます、はい、なぬ舐めてみます、舐めてみます、これが、はい、酸味の正体じゃないですか、あ、つまり絞り切ったら味が変わると、はい、面白い意見ですね、はい、なるほど、ちょっと、あ、書いてます、出てきたやつ飲んでみてくださいと、あ、よし、じゃあちょっともう少し絞って、はい、飲んでみましょう、これを焼酎に入れて飲んだら乳酸菌届きませんそれ、あとこれ気になったのが、はい、これあのビフィズス菌が生きて腸まで届くじゃないですか、はい、これビフィズス菌全部死んでますかね、熱で、確かにビフィズス菌ってどうなんでしょうね、どうなんだろう、あく、あえ、クロージエキス入りって書いてます破れるって書いてます、破れ、ちょっと破れてきた、破れた、ちょっと破れてきた、あかん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 、クロージの、あ、殺菌処理してますね確かに殺しちゃいけない菌をね、確かにおっしゃる通りだ、破れた、破れたり、破れちゃいました、破れたり、いや、あ、まだ絞れる、結構絞れますよ、お、結構加熱したら菌はなくなってそう、
確かに。なくなりますよね。なくなってますよね。絶対ね。はい、生きて腸までは届かないです。また破れた。あらら。意外と弱いですね。難しいですね。よいしょ。うわ、だいぶ変わってきました。いちご牛乳色が。あ、変わってきましたね。いちご牛乳近いかも。いちご牛乳近そう。あ、突然変わるかもこれ。そう言っちゃった。弱いですねって書いてます。弱いんです。いちご、いちご牛乳、とろみ出てきました。出てきましたね。コーヒーはまだです。ああ、いい匂いする。お、します？すごく濃いいちごミルクの匂いが。楽しみですね。クロージは2回で1回でしましょう。ついにハンディキャップが。お、コーヒーはなんか危ないかも。え、あ、張り付いてる。あららら、なるほどなるほどなるほど。オッケーオッケー、ありがとうございます。見えてなかった。すみません、ありがとうございます。私が絞っている間に、よい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 しょ。さて、よっ、なかなかこうやって2つでかき混ぜることないですからね。なかなかないですよね。ありがとうございます、教えてくれて。牛乳、コーヒー牛乳の方が危なかったです。よいしょ。いちごミルクに集中しすぎた。すいません。あ、今もうすぐこのヨーグルトのホエーの部分ですか。ホエーの部分が、ホエーの部分なのか。あとカッテージチーズに分けたのが今出ますよ、はい。あー、ちょっと焦げてるな。焦げてます。あららら、鍋のこの縁がいかんいかん、チョコレートみたいになってる。よいしょ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 。いちご牛乳きますせ。きますか。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい、あ、はい、いちごミルクそろそろ感あります。出てきました。あら、ちょっとご覧ください。今どうなりました。カッテージチーズ、大変長らくお待たせしました。しましたね。分けたらこんな具合になりました。絞ったお汁と、そしてこれがヨーグルトだったものです。ポロッポロですね。こんな感じでポロッポロです。あらあらあら、あー、ボロボロそうそうボロボロしてますね。ちょっと食べてみますか。うん、確かさっきよりね、よりチーズになりましたね。はい。あー、キメが細かくなった。細かくなりましたね。おからみたいな感じになってる。キメの細かさは。さあ、だいぶいちごがやばいですよ。よ。いちごが。いちごポッキーの匂いしてきた。いちごとろみついてますね。もうだいぶ来てます。やばいやばい、いちごやばいです。じゃあ、はい、じゃあどうぞ、はい、どうですか。あー、うまいです。さっきより美味しい。本当ですか。うん、お、ドリドリ、いただきます。あ、まろやか。酸味は少し落ちて、うん、で食感がかなり良くなりましたね。間違いない、うんうん。じゃあ絞ったお汁の方はどうなのか。ああ、でもなんかこっちもこっちで、まあ普通にお汁ですね。なんと言えばいいのか。酸っぱいお汁。酸っぱいお汁ってなんだって感じですけど。なんだろう。なんだろう。嫌じゃない酸っぱさなんですよね。そうですね。
なんだろうな、この液体はなんか食べたことある気がするんだよな。ホエーよりも酸味があるな。あるとしたらそれこそ乳飲料、乳酸菌飲料の何かかも分かりませんが、これなんだ、うわ伝えづらい、伝えづらいですね、うん、ピン止めない、あ今ピン止めさせていただきました。ピルクル、ピルクルみたいな甘さはないです。あ、うん、甘くはないんですよね。甘くはないんですね、うんうん、だからやっぱり酸っぱいには酸っぱいんですが、うん、でもヨーグルトそのものよりは少し酸味が抑えられている感じですね、うん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 、あ、ヨーグルトの酸味は乳酸菌らしいです。ってことは乳酸菌生きてる、生きてる、生きてるってことか、分からないなるほど、なるほど、爽快さ加減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 、あのコメントを読む分には、あ、そうかそうか、はい、大丈夫ということで、大丈夫だ、はい、危ない、あちょっとそんな会話をしている間にいちご牛乳がだいぶん、だいぶんこういう具合になってきましたね。わかりますか、とろみがすごく出てる、あもう映像でもわかります、わ、うん、かりますね、うん、わかりますよね。いちごミルクそろそろです、はい、いよいよいちご牛乳で素ができるかもしれない、できるかもしれないというところに来てます。しかしだいぶ減りましたよ。減りましたね、もともとこれだけありましたからね、はい、1リットル、1リットル、いちごキャラメルね、なるほど、はあなるほど、うん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 、確かに確かに、これこのとろみがあるのをここにかけて食べたら美味しいかもしれないですね、はい、うん、ジャムと合いそう、フルーツジャムと、確かに、うん、うん、間違いないですね。ブルーベリージャムだったりね、うんうんうん、そういう柑橘じゃないか、あれはまあでもそういう、あ僕そうって2回言いましたねこれね多分ね急に今夢から覚めたみたいなものになっちゃいましたけどハッてなりました、ハッてなりました、あだいぶ来てる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 来てますね、うん、これは油断すると焦げつくな、あもうここからですね勝負は、よいしょ、甘さ凝縮されてそうですね、いや凝縮されてますよこれは、はい、すごそうだな、あーすごそうくー来ました、来ました来ました、あクロージュは2回で1回なのでとありがとうございます、はい、2回で1回でいきましょう、ハンディキャップ制、はい、あやばい鍋底に焦げつきました、ああああ火弱めます、もうちょっと、うん、確かにこれ蜂蜜かけても美味しいかもしれないです、あ絶対合う、うん、うん、間違いない、うん、いちごキャラメルになるかな、でもぽいな、ぽいですね、うん、もう目離した、あどんどん固まってる、そうなんです、あいっちゃった決まったじゃねえかまだコーヒーにちょっとゆとりがあるので、あ2回で1回か本当に2回で1回ルールなんですね、2回で1回いきましょう、ありがとうございます、うん、一つ気になることが、はい、いちごの香りが完全に消えました、あれなんか焦げ臭くない、焦げではないんですが、なんだでもいちごの匂いではない、少なくとあれ一気になくなった、一気になくなりました、いちごの匂いがパッと消えたね、これどうなるんだ、これどうなんだ、これどうなるんだ、気になるな、一気に不安になってきたいやー初めてライブ配信してるの見たと、お、テンション上がってます、いらっしゃいませ、ありがとうございます、そう作っております我々、はい、コーヒー牛乳といちご俺からあら125人ものお客様がいらっしゃってます、ありがとうございます、本当にこんな昼日中から、ねね、え乳飲料煮詰めてるおっさんの様子を見に来てくださるなんて本当にありがとうございますこいつら毎回嘘でライブ配信するなこのおっさんたち、まあ、あの我々ほら何でしたっけ、
マイスターじゃなくてソムリエ。あ、ソムリエだ。ソムリエです。ソムリエだ。その道のプロにしてソムリエですので、我々またそう作ってるって言ってます。またそう作ってますよ。いちご何パーセント入ってるんですかとありましたけども、いちごの表記ないですよね。そういえ、あ、いちごないですね。香料ですからいちご成分はゼロですね。こいつ今気づいた。いちご入ってないんですね。入ってないです。だからこれ香料が全部飛んだっていうこと、先ほどコメントがあって、香りがないということは、はい、香りが飛んだってことだと思いますと。なんてこと。あ、香料なら消えますねと。はあ、ゆかちんさん書いてくれてます。あららら、消えるんだ。待てよ、そうなるとコーヒーにはちゃんとコーヒー入ってるよね。コーヒー入ってますね。ココナッツオイルも入ってるんだ。へえ、入ってる。これどうなるのかな。いや、いちごこれどうなる。もう壁際についてるやつが、はい、うわー、とろみがすごい。とろみがすごい、とろみがすごいんですけれども、でも前回の牛乳と違って固まっていかないんですよね。あの、とろみが強くなっていくんですが、牛乳もこうだったかな、もっと固くなっていってた気がしたんだけれども。固くなりましたね。なりましたよね、うん、突然。栃木レモン牛乳も果汁なしの香料だけなんですね。はぁ、有名なやつですよね。はい、うん、あの栃木のなんだ、緑と黄色のパッケージですよね。あ、そう。それですそれでございます。それでございます。サービスエリアとかでね、よく売ってるやつですね。いますね。いちごの方はキャラメになるっていうことです。いちごオレの味が気になります。いちごオレ気になりますよね、これ。いや、もう全く予測がつかなくなってきました。いや、どうなんだろうな、これ大丈夫かな、固まるかな。なんかだいぶね、重さは出てます、こう混ぜた時に。そこまで重くはないです。なるほど、黒さんの喜びのダンスダンスをつい披露してしまいました。私のあふれるばかりの情熱の。そってどんな味なんですか。チーズっぽい感じですよね。割とよく言われるのはチーズっぽいと、はい、で実際に確かにチーズ風ではあるんですけれども、やっぱり違うものですね。ちなみに、あの、牛乳から作った時、特に出来たての時は、チーズとキャラメルとバターを混ぜたような風味のものでした、はい、すごく甘くて美味しかったです、はい、冷やしたらそういうのが全部飛んでしまって、ちょっと難しい不思議な食べ物って感じでした ね、はい。焦げがコーヒー味と合いそう。あ、逆にね、うんうん、なるほど、香ばしくなるかもしれない、ね、うんうんうん。いちご牛乳の方冷凍したらロールキャンディーになりますか。あ、それか龍のひげ龍のひげね、あり得るかもしれない。これあり得るかもしれないです、もしかしたらね、はい、うんうんうん。あ、まあ、そう、どうしましたどうしましたどうしました。やはりコメントを見て、はい、そうですよ、私ゾーンに入った。おお、追いついてきたじゃないですか。20対28。20対28、まだ結構あるな。え、で、どうしたんですか。何の話してましたっけあれあれ、2分前まで何の話をしてました。いや、何かコメントから読み取って、コメントを読んだ時に、はい、リアクションとして NG ワードが出やすいです、うんうん、あ、確かに、はい、それはありますね、うんうん、間違いなく油断しちゃう、うん、やっぱり、問いかけの何ですか、
リアクションですよね、うん、この NG ワードが一番輝くというか出やすい瞬間は、はい、竜のひげのプロのクロージって書いてます竜のひげないですね散々やりましたからねもうでもどうなんだろうこれで竜のひげできるのかな伸びなさそうだなこれはなぁいやー途中で入ってくるの NG ワードがあれだなやったこれどうしますはいどうするというとまだ痛め続けます、はい、これないやでもわかりますかね皆さんこういう具合です、うんうんうん、練乳みたいなはいさすがにまだ固まりはしないと思うんですね、うん、もうちょっと、前回牛乳で層を作った時はさすがにこういうとろみはなくてボタッと落ちるぐらいになってきましたから、うんボトうん、もうちょっといかないといけないと思うんですが、うん、もうこっからは焦げとの戦いですね、うん、いちごもう少しあもう冷やした方がいいのではっていうコメントをいただいてますあ冷やした方がいいですかね冷やした方がいいのかなここ難しいな型に入れて冷やしたらできそうあでもちょっとね冷やしたら固まるか確かにキャラメル風だしはい固まるということですポップコーンにしてみます使いますポップコーンにポップコーンなりますポップコーンなーポップコーンな地獄を見そうだなこれなるほどショーあれマジかあ、ね、もうキャラメルだ結構そうな具合、うんうん、少量だけ冷やしたらというコメントもありますなるほどいい一部だけね一部この段階で冷やしておくっていうのと、うんうんうん、最後まで煮詰めるというパターンがなるほどございますよというアドバイスでございますあでも待ってください一気に感触変わったうん重いそう、うん、あ、うん、何なんだよ今何て言った今言ったよね言ったよね、うん、あ一気に変わったちょっとこれ止めますはい止めましたストップさあどうかな、1リットルのイチゴオレがここまで煮詰まりましたそこまでだいたい1時間半ですねここまで1時間かはいでどういう具合かというところなんですがかなりあ近くなってるなだいぶ、ま、これはもう良さそうな感じがしますねくぅ気づいちゃうんですよね気づいちゃうんですうん、ね、さてではそうなるのとんどうしましょうこれはもうここでストップして冷やします、はい冷やす前にまずは味見じゃないですか、味見です、はい、よいしょそうなりますんあ言っちゃってるわどうしたんですか何なんだ集中が落ちてますね、いきなり集中力が切れ始めて、はい、あなんかこれ見たら終わりに近づいてるという今脳に多分なってしまいました一気に脳が、ええ、酸素足りてないんじゃないですかこれは飲み物と、何か甘いものが必要かもしれませんね必要ですね、ええ、疲れるおじたちおじは疲れやすい生き物ですからねあポップコーン絡ませましょうあ書いてます実際うまいと思うぜ待てよでも分からん食べてみてもらいますねというわけではい試食ですはいはいあいやかきすいませんかき混ぜておいてください、はい、そしたらまだねコーヒー牛乳はね全然大丈夫な気がする、はい、こんなにいっちゃっていい取りすぎかです
じゃあ固まらせなくて大丈夫です。このぐらいで、はい、はい、ではでは食べてみます。いただきます。いただきます。じゃあいただきます。はい、いちごオレのソワ、果たして熱っ熱くないですか。熱いっす。熱っ、よく食べれましたね。よく食べれましたね。あ、割と平気でした。これ完全にキャラメルになってますね。よく食べれましたね。え、そんなに熱いです？一瞬でくっつかないですか、唇に。え？え、よく食べれましたね。なんか何回も同じこと言ってますけど。いや、普通に食べられましたけど。え？よく食べれましたね。そんなに熱いですか？スプーンがめっちゃ熱い。え？どうしたんだろう。スプーンがめっちゃ熱い。え、そんなに？嘘でしょ。え、普通に食べちゃいましたけど。うん、大丈夫です。うん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 、うん、完全にキャラメルじゃないですか。キャラメル、完全にキャラメル、うん、完全にキャラメルなんだけれども、あの一応ほのかにイチゴ香りますね。うん、いますね。いますよね、うん、残ってます。いちご残ってます。残ってますね、うん、残ってるんですか。いるな。そう、あ、言っちゃった。いちごいるわ。いちごほのかにいるんですけど、なんだろう、これを散々煮詰めたからなんかひっくり返るぐらい甘いんじゃないかって思ってたんですが、うん、意外とそこまででもなくて、うんうん、割と常識の範疇。あ、こうなるんだ。こうなるんですね、うん、完全にあの予測された方がいらっしゃいましたが、その通りでいちごキャラメルの完成でしたね、うん。さ、まずこれ凍らしたら飴ですね。ですね。あ、うん、そしてやばい、固まってきてる。あらららら、あかんあかん、熱入れます。熱入れますか、うん、一回。またそう。またそうです、ええ、はい、コメントいただいたので今そうを作っております。作っております。じゃ、あかん、あかん、おー、ばばばば、あばばばばば、ん、よいしょ、戻します。あ、大丈夫です。よいしょよいしょよいしょ、ほっ、ん、弱火ですよ、焦げそうときてます。あ、あかん、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、どうにかなります、どうにかなります。よいしょ、今黒字の方がいちごオレをラップで巻いております。一生懸命、鍋の底をこそぎ落として、よいしょ、はい、もうすぐ間もなくラップにいちごミルクが包まれます。何の実況ですか。何の実況ですか。あ、ゆかちゃんさん、ありがとうございます。そう作ってたらキャラメルができました。できました。キャラメルが、熱っ、キャラメルができました。よいしょ。ああ、どうしました。これね、ずっと舐めてたら味分かりました。え、ミルキーのいちご味。ミルキーっていちご味あります？分からないです。なんでそんな自信満々に言えるんですか、それを。ミルキーのいちご味があったら多分これです。なるほど、藤原さん、ミルキーのいちご味です。いや、ミルキーのいちご味ですって言い切ったとて確認のしようがないでしょ、それ。ミルキーのいちご味ないんですかね。ミルキーのもしいちご味が出たらこんな味だよっていう味です。あるのかな、うん、
富士予想わからないですって書いてます。でしょうね。ですよね。ママの味、ママの味だな。うまいな。うまいです。うまいこと言いましたね。うまいこと言いますね。はい。というわけで、とりあえず今ラップに包みました。はい、これが、ミルキーで作っちゃったね。いちごレからできたソ。ソというかやっぱキャラメル。ソですね。ソですね。はい。いちごレがこうなりました。よいしょ。商品化したら売れるかな。あ、どうだろう、売れるかもしれませんね。でもこれを細長く伸ばして、はい、あの一本の飴にしたら商品化できそうじゃないですか。うんうん、あ、言っちゃった、まだ。確かに。あ、コメントできないが聞いています。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ミルキー、いちごミルクありますよ。あ、あるんだ。お、お、食べたことないないので言うのもあれなんですけれども、これミルキーのいちご味。はい。ミルキー風の味がする。つまり、うん、いちごオレは煮詰めるとミルキーのいちご味になると。はい。こうしてまた一つこのようにトリビアが生まれましたね。ですね。はい。いやこれで伝わったと思いますよ、味が。さて、今のところ、約1時間でヨーグルトが、そして、はい、約1時間半でいちごミルクが、ゴールにたどり着いているわけなんですが、はい、コーヒー牛乳がなかなか粘りますね。なかなかね、とろみさえ見せない。確かに、うん、鍋底もなかなか見えない。来ないですね。うん、なんだ、火止まってはない。ついてますよ。ついてますね。なんだろう、やっぱ成分かな。違うのかもしれませんね。やはりこのやっぱ原材料によって全然違ってくるのかな。できるあれでしょうね。うん、ヤオコーのイチゴミルクだったのかって。プライベートブランドですね、ヤオコー。おっしゃる通りです。ヤオコーのプライベートブランド、ブランド。イエス。勢いに乗ってるヤオコーの。そうなんですか。ヤオコー。ヤオコーは結構今乗りに乗ってるスーパーじゃないですか。へえ、知らなかった、うん。場所移動してみたらどうですか。場所移動、ああ、火？火元ってこと？なるほど。ちょっと場所移動してみます。真ん中、真ん中行きます。よいしょ。さて、ではこれ乗っけてみましょう。はい、よいしょ。ヤオコは知ってる人いるんですね。いらっしゃるんですね。でコーヒー、牛乳にコーヒーを入れたものといちごジャムを入れたものでまた挑戦してみます。なるほど。確かにそれはソになりうる。確かになりうるな。コーヒー牛乳は牛乳率低いからじゃない。ああ、それはあるかもしれませんね。うん、確かに。牛乳分どのぐらいなんでしょうね、これね。うん、どうしました、どうしました。え、コンタクト落としました。いや、え、違う、ん、なんかいた、え、何、ん、ん、あ、気のせいかな。どうしたんです。ん、毛が入った。え、気のせいです。本当ですか。蒸発するんじゃないですか。いや、毛は蒸発しないでしょ。何言ってるんですか。毛が蒸発したら怖いですよ。え、いいじゃないか。あ、大丈夫ですね。大丈夫ですか。これか。ああ、気のせい。なるほど、気のせいです。異物混入ではなかった。あの、これが毛に見えました、これが。あ、はい、ははは、なるほど。あ、よかったよかった。あ、びっくりした。よかったよかった。すいません、こちらです。こちら側のものでした。
気のせい気のせいもうみんなダジャレ好きですね。ダジャレ好きですね、我々以上におじさんですね、皆さんおじさん認定ですね。異物混入っていう言葉懐かしいですね。確かに最近聞かないですね。最近聞かないですね、異物混入っていう言葉は。一時いろいろ世間にぎわしましたよね。ね。ね。さあ全然なんか黒くなった。あ、かわいい。かわいい感じ。うん。よいしょ。はい。白い方がヨーグルト、茶色い方がいちごミルクからできたソです。その後にクエスチョンがついてる。お、小さいのベビー感強くて可愛いと。確かに、前のはだいぶ大きかったですからね。はい、うん、じゃあちょっとどこかにお飾りしたいところですけれども、はい、いい場所がないので一旦ここに設置します。はい、ソって何ですかと。はい、おります。古代の乳製品です。動物の乳を、じっくり煮詰めて固まらせて作るチーズのような、加工食品で、正しい製法はもう全然残っていないんですが、昔の文献などをもとにこういう作り方じゃないっていう感じで再現しているものになります。その通りでございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、多分僕この説明の中でそうって言ってる気がしますね。まあ、説明はいいんじゃないですか。いいですかね。はい、どっちにしても負けてますからね。おかしいな、結構途中ブーストかかったんですけど ね、 そうやな。うん、虫以外の乳も気になりますよね。確かに。あ、売ってます、牛以外。あ、いや普通に売ってないかな、どうだろう。酪農牧場とか行ったらもしかすると売ってるかもしれませんが、ただそもそもホルスタインみたいな乳牛って割と近代じゃないですか、はい、だから昔はそれこそヤギとか多分違う動物の乳を使って作るのが主流だったんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。あとやっぱりホルスタインと例えばまあ違う種類の牛、はい、でもやっぱりその乳の雰囲気って違うと思うので。違いますよね、うんうん、なるほど。ヤギなら売ってるとこあると。おー、そうなんだ、売ってるんだ。ヤオコーでは見たことないな。ヤオコーで、いや、ヤオコー万能じゃないでしょ。そこまでおかしいな、ヤオコーで可能性見すぎでしょそれは。ないな。あ、ヤギ売ってるんだ。売ってるんですね。どこに売ってるんだろう、気になりますね。ね、飲み物飲みます。あ、一回ではお願いします、はい、ありがとうございます。ちょっとバトンタッチします。ちょっと鼻かんでいきます。あ、はい、はい、何でしたっけこれ名前が。鼻ガーテです。え、鼻チン。わからないけど湯気のやつ。ああ、ネブライザーの話。白王子がコーヒー牛乳の湯気にずっと鼻をやられているらしく、今カメラから隠れてめっちゃ鼻噛んでます。やばい。大丈夫ですか。何見してるんですか。え、その何見してきてるんですか。若干の鼻血が出た。え、マジですか。大丈夫ですか。すいません、ライブ中にちょっと流血事件が起きたようです。ネブライザーが強すぎる。嘘でしょ、大丈夫ですか。え、マジの、ちょっと切れたとかじゃなくて。切れてない。いやだから そういうことじゃない。ネブライザー現象、ネブライザー現象は鼻血を誘発するのこれ。いろいろ問題があります。いろいろ問題ですよ。お、ヤギの乳、インド系のショップに売ってたよと。え、それ粉？粉かな？粉？粉だったらほら、ココナッツミルクとかもあるじゃないですか。あー、確かに。え、生乳でした？飲める状態のやつ。え、なんかどのぐらいの量で売ってるんだろう。気になりますね。ちょっとこっちこ、あ、もうがっちり固まっちゃいました。固まっちゃいましたね。
あとで外さないと。これでもね、子供、はい、子供の時これ食べてたらめちゃめちゃ嬉しいかも。あ、ずっと舐めてられますもんね。美味しい。うんうんうん。ココナッツミルクで作れるかな。ココナッツミルクでは作れるのか。どうなんだろう。ココナッツミルクはココナッツになりますか。煮詰めたらココナッツ出てきますか。これもしかしてココナッツのあれありますもんね、はい、なんかこうお菓子みたいなやつがありますよね、うんうん、あれになるのかな。だってヨーグルト煮詰めたら結局ここに残ってるのはタンパク質なわけでしょ、はい、こうやってまたね、ライブ配信の中で層、次の層を作る方向に向かってるんだ。ココナッツミルクとヤギのミルクはいないんじゃないですか、さすがに。さすがにいないでしょう ね、 ねどうなるのか想像もつきません ね、 ねココナッツ、ココナッツパウダー、あ、パウダーになるかもしれないか。うーん、何作ってるんですか。ソという古代の食品を作っております。古代の食品でございます、はい、だいぶ黒くなってきました。ネットでもヤギ乳売ってますねと。え、ネットでヤギ乳売ってるんだ、すごいな。ヤギミルクは普通に買えるみたいですよ。ペット用もあるみたいなのでお間違いなく。あー、なるほど。なんかこう、そういうなんか間違ってペットフードを飲んでしまう的な ね、 ね、ペットの小島的なところで。ああ、そうなんだ。ああ、行っちゃった。あら、あ、豆乳は湯葉がたくさん作れる、たくさん作れるだけですね。確かに豆乳は以前やりましたよね。あの、ひたすら煮詰めたら膜ができていって、なんでしょう、節分豆みたいな味のクレープ生地が出来上がった。うん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 、なんだっけあれ、あの、豆乳をひたすら煮詰めていった、クレープね。クレープですね、はい、美味しかったです。あれ美味しかったです。うん、うん、簡単にできるし、まあ、簡単じゃなかった。簡単じゃないからひたすら煮詰めてますからね。簡単じゃなかったですね。少しこれ弱めた方がいいか。お、そういう、なんかって白王子も言った。あ、だそうです。ありがとうございます。ありがとうございます、ご指摘。タレン、よいしょ。あ、だいぶ、ね、色濃くなってますよ。なってきましたね。あ、動物性のやつしかダメなんですかね。あ、と結局はその、うん、水分を煮詰めて後に残ったものですから、うんうんうん、まあ、ね、うん、植物性のものでも塊にはなるかもしれませんけれどもね、うんうん、ポーションミルクとかね、うん、確かに。あ、でもいや、豆乳に関しては少なくともクレープ状の生地という形で固まりましたから、固まりはすると思います。するかも、はい、うん、コーヒーキャラメルができそうな予感。確かに、うん、確かに。あの、これ本当にね、匂いを伝えたいんですよね、香りを。今少しね、香ばしい香りがしてきてる、うん、苦味の香り強くなってきました ね、 ね、うん、だいぶね、とろみが出てきました。出てきましたね、うん。あ、近いな、近いです。ゴール近そうですね。皆さん、近いですよ。近いですね。罰ゲームが近いです。やめろ、やめろ。亀ゼリーが近いです。亀ゼリーが近いよ。タンパク質の塊がそうということですが、あ、まあ、タンパク質の塊がというのかちょっとわからないんですけれども、まあ、でも乳を煮詰めて残ったものという意味では、うん、タンパク質の塊といっても差し支えないかもしれませんね、はい。あ、ポーションミルクはただの植物性油なんですね。あ、なるほど、なるほど、だいぶ違いますね、うん。あ、溶かしたチョコレートみたい、まさに。確かに確かに、うん。あ、ご説明いただいております。 ありがとうございます。ありがとうございます。詳しい説明をありがとうございます。ありがとうございます。みゆきさん、ありがとうございます。よいしょ、来ました、だいぶ来た。これいちごミルクと同じような、うん、具合ですね、形で来ましたね。アーモンド効果ね、アーモンドミルク、おー、アーモンドミルク、アーモンド、アーモンドできる。いやー、これ気にしだしたら止まらないですよ。いや、でもありえますよ。だってほら、
そのなんだ豆乳、はい、豆乳煮詰めてできたクレープは豆の味したんですもの、完全に節分豆の味がしたんですよ、あれは、しましたしました。ですからやっぱりあのなんだココナッツミルクは煮詰めたらココナッツの味でしょうし、ココナッツは可能性ありますね。ね、アーモンド効果、アーモンドの味ですよ。アーモンドミルクって、はい、アーモンド以外にも入ってるんじゃないですか。アーモンドってだってどうなんだろう。確かにまあ、飲むヨーグルト、どうなんだろうね。他に調味料とか入ってればね、うん、オーツミルクも試してください。あ、オーツミルクも何か余計なものが入ってそうだな。オーツって何です？麦？麦？はー、オーツって麦でしたっけ？麦でしたね。なるほど。生クリームでやって、生クリームね。生クリームはすごいだろうな、これ。生クリームは。気になるな。確かになんか生クリームも濃さありますもんね。ありますね、それによって無添加豆乳、調整豆乳では違いがあります。あ、それは試してないですね。違いそう。違うでしょうね。言っちゃった。もっと違うかもしれない。もっとサービスしてくれていいんですよ。もうだいぶ、はい、もうどうです、まあ、もうちょっとかな。もしかすると、もうちょっといちごミルクのパターン見ると、はい、鍋から火から下ろした瞬間に固まってくるっていうのが見えて取れたんで、これももうじきかな。今こんな感じです。チョコレートですね。もうチョコレート、だいぶ変化したな。確かに今から見た人はチョコレート作ってると思うかもしれません ね。一回これもう良いと思います、ね、良いですよね、はい、良いでしょう。止めます、はいはい、火を消しまして、1時間51分、はいはい、さあどうなったでしょうかと。さあ今皆さんお見せしますよ。これがコーヒーを1時間51分煮詰めたコーヒー牛乳がこちらです。黒もうボトボトとボトボト、すごい粘度が高いです。このような形になっております。すごいですね。トン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 。あ、ココアからチョコレート作る配信も楽しそう。ココアからチョコレートか、作れるのかな。確かにできるかもしれません ね、味見タイム、やけどに注意と。はい、はい、気をつけます。ありがとうございます。では味見してみましょうか。はい、味見してみましょう。ちょっと熱いので、はい、よいしょ。少し端に寄せておきましょう。はい、よいしょ。では、はい、ここヘラについてのちょっとありますか。あ、そしたらね、それがいいですね、よ。いちごミルクより柔らかい気がする。柔らかいですね、でもちょうどいい塊加減の、はい、はい、いい感じですよ。こんな具合です。もうチョコレートですね。チョコレートですね。生チョコできましたみたいな感じですね。さあでは、はい、いただきましょう。あれ、これ美味しいですね。うまい。美味しいですね、これ。これは濃縮還元されてる。濃縮還元されてる。これはすごいかもしれない。うん、これ美味しい。パンに塗っても美味しいかも。うん、美味しいですね。あと、火を止めたタイミングが良かったかもしれません。割合柔らかくて食べやすい。食べやすい、うん、そっか、ここまで行くとちょっとやりすぎだったのかな。粘りすぎたかもしれませんね。あ、ヌテラみたいな感じ。ヌテラよりも、全然香ばしい感じです。食感はヌテラよりも今はもうちょっと柔らかいですね、はい、で、しっかりそのココアの、あ、ココアじゃないや、コーヒーの、苦味、はい、と甘みと乳成分のコクが全部きますね、はいはい、で、コーヒーキャラメル、確かにコーヒーキャラメルに近いですね。
ママの味ではない、うん、どうしてもママの味にし、したいねこれ昔から飲んだことある人がいたら分かると思うんですが、はいはい、給食これって出てたんですよね。え、給食これあったんですよ私のところ。マジですか？はい、なんかね月に1回だかなんか、ね、特別な日にこれ出てたんで、羨ましい。これこの味がそのまま生きてる、このコーヒー牛乳の味なんですよ。他のコーヒー牛乳の味だってこのコーヒー牛乳の雪印コーヒーの味が濃縮還元されてるという、このファンの人は必見かもしれないです、ね、なるほど、うん、いや素晴らしいレポートありがとうございます。いやこれ美味しい。あ、3つの中でどれが美味しいですか？あ、もうそれで言ったらもうダントツでこれですよね。これです、これが一番美味しいです。とりあえず形一回締めましょうか。はい、ここにコメントが、雪印はパパの味とパパの味ですね、もしくはおじの味ですね。いやこれは、あ、なんかもう見た目は完全にヌテラですね。ヌテラですね、ヌテラよりちょっと濃いめのね茶色ですね、これは美味しかった。美味しかったですね、すごいな。雪印さんに公式のメニューとして出してもらえますか確かに欲しいですね。後日冷やして味が変わるか、これについては変わらないかもしれませんね。これはね、あ、いやでも、あ、え？すいません、ちょっとなんか飛んできた、飛んでしまいました。どうだろう、外同じようになんですかね、その糖分が結晶化してしまうようだったら味は変わるかもしれませんね、はい、こればっかりは食べてみないと分かんないな。これ冷凍した方がいいのか冷蔵なのかな。冷蔵でいいんじゃないですか、普通に。冷蔵でいいか、はい、でしょう。あ、でもあれか、これ砂糖が入ってるわけだから。入ってますね。あ、それなら変わらないかもしれない。多分牛乳の素が結晶化してしまっていたのってあれ乳糖だからだと思うんですよね、はい、米ゼリータイム近づくお待ちかねの米ゼリーちゃん来ますよ、間もなく。皆様、現実を思い出してしまった。言われてみればそうだった。あああ、おかしいな。これも亀ゼリーに見えてきましたよやめろやめろくー、かわいいな、はい、というわけで、かわいいな。コーヒー牛乳素、はい、コーヒー牛乳これですね、はい、1リットルのコーヒー牛乳が素、はい、2時間かけてこのサイズ感になりましたと。完成しました。完成しました。クロージカメゼリーはよ。我々。さて、ではカメゼリーを。待って。一回並べて。あ、まあ、じゃあどうします？三つ並べて。一回これで見ましょうか。一回ね、並べてね。はい、今そんなね、はい、死刑早めなくたっていいじゃないのみんなね、そんな。はい、というわけで3つの層が完成しました。はい、3つの層が完成しました。いちごミルク、ヨーグルトでコーヒー牛乳ですね。コーヒーですね、はい、いちごミルク、プレーンヨーグルト、コーヒー牛乳の順番で完成しました、はい。1リットルが、まあ、こんなにちっちゃくなるわけですね。このサイズですからね、だいぶちっちゃいですね。だいぶちっちゃいですね。お味に関しては、まあ、冷やした後のものは後日ちょっと改めて、はい、また、はい、ご案内をさせていただこうと思いますので、はい、私にお願いします、はい、よいしょ。さて、そろそろ死刑の方が死刑、綺麗に色がね、確かに分かれてて可愛いですよね。そうですね、だいぶ変わりましたね、はい、うん。ちょっとでは今カメゼリーの方を、はい、ええ、あ、一応カウントします。一応集計しましょうか、はい、まず、はい、僕が
まあ、今回ねこの言葉がこれが NG ワードで、はいはい、そうと言ったらカメゼリーと、はい、カメゼリーを食べないといけないと、はい、罰ゲームが待っておりますので、僕が5、10、15、20、25、30、35、36ですね、はい、対して白地が10、20、30、40、50。ちょっと待って数え方がおかしい。あれこれ10、20、30とか違いました？違いましたっけ？これ2ポイントじゃないですかね。正正の字は、はい、そういう数え方だったなって思ったんですけど、1、じゃないですからね。違いましたっけ？1、2ですからね。あれ、うん、あ、そうですよ、ええ、あなたこっち先に来てたですよね、はい、5、10、15、20、25、27です。ということで、カメゼリーを食べるのは、はい、私クロージでございます。はい、2回連続ですよ。2回連続、まあ、ダメですね。これはちょっと今度 NG ワードを考えないといけないかもしれないですね。はい、あ、だから途中でね、はい、5点ありましたけれども、お互いのおでこに NG ワードを貼っておいて。そうですね。ただその場合、はい、誰かが数えないといけないから。ああ、確かに。だからちょっと誰かを呼ぶしかないですね。呼ぶしかないですね。監視王子とか監視王子。まあ、とりあえずちょっとその辺は今後考えるといたしまして、はいはい、お、それ楽しそうと来てるの。NG ワード弱い。そうですね。で、そう、壁ゼリーを準備いたします。はい、はい、というわけで処刑の時間でございます。嫌な予感しかしない。キンキンに冷えた。うわ、冷えてんな。カメゼリーでございます。冷えてんな。さあ、罰ゲームが似合いますね。罰ゲームが似合うって何ですか。懐かしい味が思い出されますか。怖いですね。いやもう何ですかね、多分もう封印されてるんですよ。正確な味が思い出せないんですよね。ですから、ただもうどうにもこう何ですかね、口に入れるのを拒否するんですよね、脳と体が。どういったものなのかというのは全く分かりませんで、さあ開けて、暑い日にぴったりですね。ありがとうございます。ぴったりですね。確かに、もうキンキンですよ本当に。確かに確かに確かに。いや、あ、大変です。え、スプーンがついてます。お、すごい。あ、もうそ、あ、だからすぐ食べれるって書いてあるんだ。そういうことか。いつでもどこでも食えるぜと。お皿を汚す必要ないんだ。やるじゃねえか、やるじゃねえか、中華人民共和国。ちょっとこの缶の部分をね、はい、拭いて。あ、なるほど、はい、こういくかもしれないですか、こうやって。振るのかな、振らなくていいんだ。まあ、とりあえず開けてみましょうか、はい、開けてみましょう、開けてみましょうか、はい。あー、漢方薬っぽい味が。あ、漢方薬、ね、漢方薬だったらね、うん、じゃあちょっと開けますよ。はい、じゃあどんな感じでしょうか。なんかこれあれですね、おじさんの息を思い出しますね。おじさんの息缶詰、確かに。匂いはと、ん、ちょっと一回全部あげます、あれ、無臭？あ、そうきたか。あ、どんな感じ。ダメ。薬の香りがしますね。薬の香りです、これは。確かに漢方薬の匂い、うん、します。嗅いでみます、ちなみに。まあ匂いだけなら。うわ。食べ物の匂いじゃない。ちょっと持ち上げます。あと、ちなみに缶開けただけだとこういう具合です。プルプルですね。なんか端の方がね、はい、泡が立ってんすか。泡立ってますね。黒い感じの、あ、見た目パッと見コーヒーゼリーかほうじ茶ゼリーみたいな感じですね。あ、薄いセイロガンの味じゃないのって。ああ、トッピングしたら美味しくなるかもと。なるほど。バラありがとうございます。そう、トッピングするってか。さあ、硬い。硬いんだ。硬いぞ結構。はい、持ち上げます。いや、あ、プルプルじゃないんだ。硬い、マジで硬い。お、え、ちょっと待ってください。そんなに硬いんです。
これだってスプーン折れそうですよ。じゃあ金属スプーン使います。ちょっと待ってください、一回とりあえずちぎって持ち上げ、うわあ、硬った、はい、こんな具合です。一応プルプルしてるわ。プル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 です、プルプルです。あ、そうです、バラバラに入ってると思ったら丸ごとでしたね。塊でしたね。塊でしたね、パッケージとちょっと具合違いましたね。ドリアンサイダーなんかえらいもん持ち出してきましたねドリアンもな、すごいですよね。そう、ドリアンもすごいですよ ね、 すごいですよね。ちょっと美味しそうって書いてますよ。なるほど、確かにね、はい、パッと見美味しそうですよね、はい、美味しそうです。さあ、ではウミガメ経験者のこれ一人の処方どれぐらいなんですかね何ですか処方ってもう全部食べても大丈夫なのかな。どうなんですかね、書いてないですもんね、注意事項で。まあ食べ物だからね、注意事項書いてたとして多分中国語だから読めないですよあ、まあじゃあとりあえず食べてみましょうか、はい、いや辛い、なんか辛いのはね、もうなんか辛いと思って心の準備できますけど、はい、これ心の準備しにくいな。じゃあすいません、コメントの方はお任せします。いきます、はい、どうぞ。口が開いた閉じてた口が開いたダメですか。あ、でもね、ウミガメの缶詰よりはマシウミガメの缶詰の方がひどい、そういう意味では。あ、それは全然食べれると。はい、食べれます。あの、これねスッとしましたなんかリセットしましたいや、あの、分かってきたぞ、これ。これ分かってきたぞ。顔が歪んでくる、はい、いやね、食べた瞬間はね、意外と大丈夫なんですよ、はい、結構甘み強いんですよ。甘み強いんです。だから、あの、口に入れて飲み込むまではなんか、あ、甘いゼリー食ってるなって感じですよ。あので、まあでもやっぱり漢方の匂いはするんですね、うんうんうん、飲み込んだ後は漢方の風味がずっとこう残ってしまうので、飲み込んでからが本番ですね、これね。後からやってくるタイプですね。後からやってきますね。やべえな、ペヤングより進まねえなこれまだ一口ですもんねまだ一口ですね。わあ、白王子も食べたくなる白王子も食べてみてって罰ゲームじゃなくなるじゃないですかこれえぐいな。息を吸ったらやばいことになるかもって。あ、名前、息止めていかれたら確かにね、ないかもね。全部食べるのって書いてありますよ。まあ、それについてはやっぱり食べようかなとは思いますね。あんしてあげてくださいって感じですか、うん、結構ですそれは結構です。一応ね、あの、罰ゲームでね、なんか一口だけ食べてリアクションで終わりっていうのはやっぱりよろしくないと思うので、個人的にはちゃんとそこはね、はい、食べようかなと。え、でもこれ健康にいいんですか。うん、なんですか。今日はずっとその匂いが残ります、はい、ああそうですね、確かに残りますね。これだから亀ゼリーは絶対健康に良いというのが書いてあったので、はい、どうです。さっき言ったことが全てですよもうどうですも何もないですよもう楽しんでます楽しそうですね。あなた大変そうですね本当。カメ釣り楽しんでますか。ゲップしたら今日ずっと、そうそういうやつね、これね、うん、まあ、かなり、ね、健康にはいいということなので、はいよと。昔ドリアンケーキを食べたことを思い出しますね。どっちの方がドリアンと比べたら食べやすいです。僕本物のドリアン実は食べたことなくて。あ、そうなんですね、はい、ドリアンケーキは食べた後、あの、ゲップかガソリンの香りしましたね。ガソリン、はい、おー、なるほど。なんすか。
なるほど。あ、瀬川の甲羅を使う場合もあると。はあ。で、亀の甲羅。あ、なるほど。はい、亀のお腹の、甲羅。甲羅。を干して粉砕した粉末がこれに使われているそうです。はい、それになんかいろいろな生薬を煎じて、はい、成分を抽出した液を陶器に入れて蒸すとゼリー状に固まる。え、じゃあこれ亀のゼラチンだけで固まってるってことか。ね。わお。すごいですね。で、かなり健康的で香港や中国で古くから愛されていて、で美容効果、栄養成分が注目され、あの、はい、あの加納姉妹も香港を訪れたら必ず食べると。加納姉妹も必ず食べるんですよこれ。黒おじの好きなあの加納姉妹皆さん、加納姉妹が香港に行ったら必ず食べてるそうです、この亀ゼリー。マジか。ええ、加納姉妹食べてるんだ。はい、すごいな。すごいですね。あの美のカリスマが。あ、美肌効果と夏バテ予防。はい、へえ、そうなんだ。だってもう香港の亀ゼリー屋さんにはこぞって亀ゼリーを食べる地元民、老若男女います。なるほど。スーツ姿のビジネスマンからギャル系ファッションの女の子、新聞を片手に食べているおじさん。もうじゃあ広く国民食として浸透してる感じですね。ですね、あの香港の方では。へえ。いやー、なるほど。あ、同じですよ、ほら、やっぱこれと。あ、文字もんだ。あの加納姉妹が食べてるのと同じものですよ。わー、加納姉妹。へえ。え、じゃあ俺もああなっちゃうんですか。いけますよ、美馬おじ美馬おじで。待って、要素が多すぎる。何ですか、何ですか、その馬おじって美馬おじじゃなくて美馬おじでみんな亀ゼリーの匂い。あー、推し活。あー、すげえ。いやー、すごいですね。マジで今ちょうどね、半分ぐらい。はい、半分まで切れます。確かに、前回は激辛のねペヤング食べたんですけども、はい、それより全然進んでないですね。ビマクロオジって。要素が多いな。なんだビマクロオジって。加納姉妹から亀ゼリー一周がするんだ。で、決してあのバラの匂いがするわけじゃなかった、加納姉妹からは。やめましょう、やめましょう。よくない、よくない、よくない。ダメダメ、よくないよ。いや、そんなこと言っちゃいけないですよ。よくない、よくない、よくない、絶対ダメダメダメですね。いろいろな方向から刺される可能性がある。亀ゼリー全部食べたら美馬おじだそうですよ。なるほど、美馬おじを目指します。本当どうです、なんとなくこう胸張ってきた感じします。そこ見てるんですか。活力が湧いてきた。あ、そういうね、活力パンってね、ポパイみたいなね。そうそうそう、どっちかというとしぼんでるかな。今夜の晩酌も亀ゼリー臭。最悪ですね。なんでこと、晩酌まで亀ゼリー臭だったらもうなんか生きていけないですねこれね。いや、どうですそれは。なんかもうスプーンが、はい、スプーンの長さが足りないですね、もうね。これ下の方ってなんか全部ゼリーですか、液体も入ってるんですか。全部ゼリーですね。ああ、若干汁ありますね。汁あります。あの、さっき作ったホエーのやつちょっとかけてみます。それやめましょう。乳酸菌プラスで。いや、さすがにちょっと厳しいと思う。それをやってしまったらなんかもう終わってしまうと思いますね。それやめましょう。食べれるのがすごいって書いてあるから、やはり食べれますね。うん、なんかだんだん慣れてきたかもしれない。おお、だんだん慣れてきたかもしれませんね。どうしました、コメント。次回から、はい、加納姉妹と白文字の動画になるかも。もはや加納姉妹だから二人に言われてるもん、ね、俺がなんかアメーバ的な感じで。京子さんか美香さんじゃなくて二人いるのね。
細胞分裂を起こしちゃったみたいな。いやですね、カメゼリー、カメゼリー可能性ありすぎでしょ。クロージ分裂、いや、ビマオジ配信。もう次の動画から行き落ちになるよと、うんうんうん、まあ、これで次のだから動画からクロージがこう異様なテカリを見せてたらカメゼリーのおかげだと思って。ピッカピカになってね。よいしょ、ツルツルのプルンプルンだったかもしれないですからね、肌が。なんかだんだんテンション下がってません？絡みの時よりテンション下がってません？そうですね、絡みは言うて痛みですから、はい、耐えられるのかもしれません。これは味ですから、やっぱりなんか回路が違いますよね。だってはい、今ちょっと配信で伝わるか分かんないんですけど、黒おじの目から潤いが消えました。なんかスモークがかかったような目になってます今。カメゼリー食べてるから元気が出ると思ったら目が曇り始めました。本場では揚げ物にしたり練乳かけるらしいですよと。揚げ物にする？揚げ物にできるんだ。揚げ物にする？これをできるんですね。目輝かさないから。ちょっと今油あるかなって。ダメダメダメ。そうなんだ、いやすごいな食文化。いや健康的な、そうなんですよ、健康的になるものなのに、ちょっとね今目がね、おそうか全部いきましたね。あ、ごちそうさまでした。完食、素晴らしい。あー、うわー、満たされてる。めっちゃ満たされてる。今どの辺にいます？あ、もうここにいます。ここに亀がいますね。ここ噛みますわ。コーラ干ししてますわ。今どっちか出てきそうですか、ミカさんが。ミカさんが、京子さん、そろそろ口からこう出てこないですか。出てくるかもしれませんね。すげえカメゼリ臭い。めっちゃカメゼリ臭い。やめ、やめ、やめ。めっちゃカメゼリの匂いする。っていうか。いやそんなに効力あるんだ、これすごいな。あ、うわ、これは、まあ、だから青汁的なことなのかもしれませんね、感覚としてはね。まずい、もう一杯的なね。まあね、もう一杯、いやいやいや、しませんよ、しませんよ。まあでも健康にいいのですからね、よかったですよ、ですね、はい、亀ゼリーライフハックですね。亀ゼリーライフハック、お、ビマオジになる前兆となるんでしょうか、ね、加工せずにキラキラクロおじさんになるんじゃないのと。ああ、あの先日の先日の、じゃあもうカメゼリ臭い。もう隔離ですって書いてます。もう何ですかね、今脳が回ってません。もうやべえ、企画でカメゼリ天ぷらにしましょうよ。帰りの公共交通は要注意。やべえな。いやですね、これ汗でもカメゼリ臭いんですかね。大衆全てですか。いやいや、でもねすごいですよ、これだけ食べれたっていうのはね。前回も完食でしたし、はい、ね、いただきました。これでまた一つ健康になれるんであれば、はい、はい、よかったかなと思います。これで、ね、次回の動画を健康的なところ、どう考えても今健康的じゃないんですよ。ああ、もう今はもうマックスに落ちてますよね。ですから、罰ゲームとしてはね、まあ最適な選択肢じゃないですかね。ね、健康にな、一緒になれますから、ね。なれますしね。はい、毛穴から、はい、毛穴からゼリー臭だね。そんな加齢臭みたいな言い方をするんじゃない。なむしろげっそりしてるって皆さん言ってますから。いやー、落ちますよこれはもう。まあとりあえず、はい、まあなんか
すいません、今喋ろうとした瞬間ゲップが出て自分のゲップにやられた今動機息切れが休診が必要ですねもうねそれとりあえずまああの、はい、罰ゲームのことはひとまずとはい、はい、改めまして本日の総括ですね、はい、コーヒー牛乳いちごミルクヨーグルトからソはできたのかということで、はい、これをソというかは分かりませんけれども、はい、ひとまず塊はできましたとできましたいうことですね、はいはい、さああとはこれが冷え固まった時にどんな具合になるか、はい、おっちそこがちょっと ね楽しみですね、はい、今のところどうですかちょっと持っていただいた感じよいしょあこれも固まってきてますだいぶ固まってきてますね、うん、これ冷えたらめっちゃ硬いんじゃないかな、うん、これはかなり柔らかいまだ柔らかいですね、うん、食感が良いかもしれませんねこれはもはやそうではないですねあのパウダー気味もうなっちゃってるんですよね、はい、ひびがちょっと生えてるの分かるかなっていう、うん、なんかラップかけたカリフラワーみたいになってますもんね見た目が確かにカリフラワーですね、はい、まあこれをでは冷やしてはい、で1日ね冷やして食べてみましょうとう、ねうんうん、匂いがすごくて置いとけないし老人今回も YouTube に残りますかはい、はい、残す、はい、アーカイブは YouTube の方に残すつもりでございますので、はいはい、よろしければぜひそちらも、はい、お楽しみいただければと思いますはい、はい今回はあの前回より分量が半分だったのでやっぱり時間は短かったですね、はい、大体2時間ぐらいですかねですね全部終わるまでも、ね、はい、はい、そんな感じで、はい、とりあえず今日のミッションはこれにて終了ということになりますはい、はいはい、ここまでお付き合いいただきまして本当にありがとうございました、はい、ありがとうございましたまた次回ですね、はい、次回もねはいこのソの試食の方を、はい、さっき言いましたねはいそうですねあの、はい、どんな具合かもちょっと動画の方で別途お伝えできればと思いますので、はいはい、それもぜひ楽しみにしていただければと思います、はい、ゆかじんさんありがとうございます、はい、ありがとうございますなんか今帽子かぶってなんだこれ帽子面白いあこういう機能があるんですね帽子のですねうんあれはすごい面白いびっくりしたありがとうございます毎回見てくださってありがとうございますありがとうございますありがとうございます、はい、いやまあ、じゃあとりあえず本日のところは、はい、以上ということで、はいはい、そうですね2時間半ほどスタートして2時間半いや3時間か3時間結局3時間やってるんだ結局まあガスがつかなかったりねいろいろトラブルありましたからね、はい、いや3時間もお付き合いいただきました本当に皆さんありがとうございましたありがとうございますまたあのライブ配信やるとき果たして次のテーマが何なのかまだ分かりませんけれどもそうですそれはね、変わらないですね。ヤギミルクで、そうです。ヤギミルクで、そう、やりますか。より古代の味に近づけるように。近づけて、はい、水牛と。このおっさん、毎回そう作ってんだってなるんですね、そしたら。まあ、コメントいただいたからにはね、ねやはりちょっとやっぱ答えていきたいなと思います。確かに気になりますものね。はい。はい、ちょっとじゃあ、またそのライブの時は、ね、はい、どこかでまた、はい、事前告知とかは、するのかな、そうですね、うん、事前告知はなるべく、はい、した方がいいですよ ね、はい、なんか告ってどっかで一応ね告知ってあると思うんで、はいはい、何かプロフィール欄っていうんですかね、はい、あそこにねちょっとあの今回は書いてみてたんですけれども、はい、動画とか出したらいいんですかねそしたら逆にまあそうですね、まあ、なんか YouTube とか TikTok とかで、はい、まあ、動画で告知するか、まあ、うん、TikTok の告知の仕方はよくわからないですよ ね、まだね我々だから、まあ、うん、まあじゃあちょっとその辺も勉強してその辺ちょっと、はいはい、またあれしてみます、そうですね、はい、やってみて、調整してみますね、はい、TikTok のストーリーだと助かります、あ、 TikTok ストーリーあるんだ、ストーリー機能ありましたっけ、わかりません解放されてないのかな、あ、そういうのあるんですかね、もしかしてまた解放されない、そうか、ストーリーがいい、あ、ストーリー、なるほど、ストーリーがあるんですね、それすら知らない我々TikTok にストーリーがあるんですね、あるんだ、タッキーだけ使えるものじゃないんですね限られた上級国民だけの機能ではないじゃないんですね、なるほど、あ、じゃあそういうのでやりましょうか、あ、ではストーリーで、はい、あ、
分かりました。そしたらストーリーに上げましょうか。上げるようにしましょう、はい、告知はストーリーの方で、はいはい、しますのでやりますので、はい、ちょっとまたいつ頃になるか分かりませんけれども、はい、ぜひそちらも楽しみにお待ちいただければと思います、はいはい、ぜひまたよろしくお願いいたします、はい、最後までありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんもゆっくり休んでください、はい、おやすみなさい僕もカメゼリーのダメージちょっと癒そうと思いますお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございま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 す。さようなら。カメゼリー買ってくださいね。カメゼリー食べてみてください。よいしょ。はい。